リシラジ、はい、お送りするのは私西健二と古谷香織です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ張り切って今週もお送りしていこうと思いますけれども、うん、何がどうしたの？何がどうしようかなって、しまったなって言ってなかったですか？今油断したなって言ってなかったですか？風邪ひいた。大丈夫ですか？鼻が今止まんなくて。あ、ちょっと鼻声ですね。鼻声でしょ。しかも語り今すごい今わざとやってるでしょ。一個面白いの聞かせてあげるね。俺の持ちネタなんだけど。持ちネタ、うん、持ちネタ日産いろいろありますからね。こんばんは、田村まさかずです。こんばんは、田村龍です。こんばんは、坂東翼三郎です。全部一緒じゃない。ご家族やからね。ご家族しょうがない、うん、そんなに似てたっけ。家族だからって、そんな似てないと思うんだけど。バンツマの声とか知らんから。知らないのにモノマネとかって知らないのにモノマネするところが俺らしいじゃないですか。あ、知らない人の昔よくやったのよ。あ、そうなんだ。こんばんは、小野の妹子です。全然わかんないし。小野の妹子がどんな声してんのか、どんな喋り方してんのかわかんないし。割と俺は得意技だったね。へえ。まあちょっと油断したな今日、今回は風邪ねえ、バタバタしてたのよね。先週あたりから怪しかったのよ、なんか、はい、ちょっと鼻に点鼻薬させていい。鼻がね詰まってると苦しいからね、やっぱ通るようにしておかないと。これでさ、うん、やばい、気をつけなきゃいけないなと思ってたんです、はい、こういう時にあのちょっと気を抜いたら来ちゃうよっていうね、うん、そういう感じはひしひしと感じてたんですけど、はい、先週もほらバタバタしてたじゃないですか。なんかエスカルゴって曲の、あ、今日産仕上げがあったね、音楽制作が結構 ね立て込んでて、ヨスロマンティックさんの新曲の歌入れなんかも先週やったりとかね、はい、結構なんかそんな特にあのいつも仕事の依頼がしょっちゅう来るようなそんな人気者ではないんですけど。そうです、重なる時は重なるんですよね。そうですね、そういうことになってるんですよね。そういうことになってるんですね。そう、それで気をつけなきゃいけないなと思ってたのに、やっぱりやっぱ疲れたり疲れが溜まってたりするとね、風邪もひきやすいですからね。ひきやすくなるんでしょうね。弱ってるんでしょうね。睡眠時間もいつも短いようですしね。昨日もだから、あれ昨日、あれいつだ、おとといずっとあのほらお店に泊まり込んでいることが多くって、はい、でお店の裏で寝ちゃったりするのよね。あ、それでほら俺あのほら暑がりだからさ、デブだからさ、ずっと扇風機回してんじゃん。あ、はい、デスクの前にこうやって座って、うん、曲をプレイバックして聴きながらふーって寝ちゃったりするんだよ。そうするとずっとこの扇風機浴びてることになるじゃないですか。そりゃ風邪ひきますよ。それで引いちゃったっぽいね。そりゃ引くね。どうやらね、寝るときは扇風機止めて寝てください。それがいいみたい。というか家帰って寝てください、お布団で。それもできるなことならそうした方がいいみたいね、うん、そうだね。なかなかねうまくいかないですよ、うん、でそんな中でもね、今日あの昨日だからちょっと風邪やばいな、ちょっと引いちゃってって鼻声になっちゃって、うん、で今日がさ、今日あのヨスロマンティックさんは別にいいんですよ。ヨスロマンティックさんが歌うんですから。あ、そうだね。俺が鼻声だろうが何だろうが関係ないんですよ。録音する側だからね。だけど、うん、西ラジは今日、うん、例の替え歌合戦グランプリックスの、はい、上半期の総集編スペシャル、そうなんですよ、拡大版でお送りするよな。え、拡大版拡大版って何え、そんなの今初めて聞いたんですけど。そのコーナーを拡大するってこと。あー、びっくりした。そんな替え歌合戦グランプリのね、そうそうそう、コーナーをいつもより拡大して、それをさ、はい、俺はどういうふうにするかって言うと、自由ですね。なんか袋ごそごそして何してるんですか。音聞こえる。音よく聞こえます。なんかビニール袋を漁っている。ここにさ、うん、しかも俺今日ね、ごめんなさいね、本当寝てないのよ。
徹夜明けなんですよ。もう体酷使しすぎですよ。だもんだからね、今真横に袋を持ってきて何を置いたかというと、何してんの？あの強強打破2本とメガシャキとブラック、ブラックの飲み物と、うん、レモンシーセンレモンストロングと、うん、それからあのレッドブルなんかいっぱいいっぱいあるけど、なんか全部ちょっとそれ全部飲んで平気みたいな。あのさ、薬今回初めて気がついたんだけど、あの薬って結構悪循環があってさ、悪循環どいや全部ってわけいかないのね。ん、例えばあの今日だからその海部高瀬グランプリ の、はい、あの中からあのみんな各州で MVP 出てるじゃないですか、はい、その中から1曲に絞ったんですよ全部を。あ、多いところはね4組そうそう4組5組ぐらいあったやつだったから、うん、その中からまず全部1曲ずつをセレクトして、はい、でそれを全部歌を取ったんですよ。あ、録音したんですね。そう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 。でもそれでもさ33曲あってさ。あ、そんなにあるんだ。1日で33曲レコーディングってすごいでしょ。なんかすごいですねすごいだしょってだもんだからさ、あのでもこの鼻声だともうダメじゃん歌が。あ、歌いにくい。歌詞がだって何言ってるか分かんなかったらもう致命的じゃないですか。替え歌なのにね。替え歌でせっかく面白いこと言ってんのに、はいはい、鼻声で何言ってるか分からなかったら何も伝わらないじゃないですか。それは厳しいね。厳しいでちゃ、うん、だから、うん、鼻詰まってるよリスさん。天秤薬、あ、父ちゃんのためのバイタチャッコーザヤマトマミです。さあ、それではこっちも行ってみたいと思います。お父さんのための辛いの食講座ランキングです。そんなじゃなかったと思うよそうだっけ、俺の記憶ではこのぐらいなんだ。似てるけどそこまでじゃなかったと思うよ山瀬さん。あ、そうか。それ山瀬さんに怒られるよそこまでじゃないよって。あ、そう、そうかな。俺の記憶ではこのぐらい言ってたような気がするんだけどちょっと懐かしいですね、でもねそれでしょうがないから、天秤薬さっきも指したけど、はい、鼻に刺して、うん、鼻をとにかく通さないと歌えない。あ、歌うときはね。何ぬねんのかもう全部ダディディディドになってしまうからはい、はい、しょうがないですよ。まずそれは直さないと、うん、ところが点鼻薬をして鼻が通ると、うん、頭ボーっとしてくるのよ。あ、そう。あれ点鼻薬って。あ、そうなんだ、うん、そんな効果というかそんな副作用があるんだ。そうだから頭ボーっとしながら歌う替え歌ってね、うん、なんか怖いよ怖い。なんかね、うん、あのいろんな あるじゃないですか。なんか特に内容でさ、うん、あのチャイムのやつとか、うん、替え歌だから結構ねいろいろ際どいのがあったりとかそう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 しますよね。ちょっと今一瞬かけちゃうね、うん、例えばサーキットの神さんが、はい、サーキットの神さんがやっぱり一番多いんだよね。あ、そう、うん、選ばれてる回数が多いですか。選ばれてる回数もそうだし、うん、最終的に残ってるネタも一番多い。例えばこれをね、うん、頭がボーっとしてる状態で歌ったと思いなせえなわかりました。あのチャイムのやつ、はい、エロホン拾ったこれを頭がポーっとしてる時に歌っててみ、なんかあのなんかいろんなものが見えてくるから、なんかちょっとポーっとしてる感じ伝わってきましたけど、伝わってくるんですよ。これは演出ですか、それともそうなっちゃったんですかたまたまになったの、ね、たまたまあったのね、うん、そんなことをやったりさ、あとほら薬を、うん、あの風邪薬をはい、飲んでとにかく治さなきゃと思って、ね、風邪だとね、やっぱり風邪薬だよね。風邪薬を飲んだら汗が出んのね。汗が、熱はあるんですか。熱あるみたい。暑いですか。暑いですよ今も。あ、そう、俺は常に暑いまあそうだよね、俺はいつも暑い男だから。風邪ひいてても半袖だから。燃えろとこの暑い男だから、熱い熱い男だから。一応元気はあるみたいですねなんかすごいこれも困ってんのよ。だから何が、体もうダルダルやねん俺今。ダルダルだけど体ダルダルやし眠いし、うん、もうどうしようもない状態やねんけど元気やねん。元気はありそうだよねちょっとハイになってんねん、なんか今。そうだね。それでなんかほら、あの薬飲むとなんかその代わりになんか熱くなっちゃって汗かくしさ、うん、で汗かいてこのあのしんどくなって、それであの
とにかく横になろうと思って、はいはい、それで鼻に効くようなそういう薬を飲まないと鼻が止まんないと思って、あ、鼻からの風邪にみたいな、そうそうそう、うん、そうすると苦しいじゃない息が、そうですね、ところがそれを飲むと、うん、今度喉が乾燥していくんだよ、あ、そう、それで今度水を飲まないずにはいられなくなる、喉が乾いたりして、そうやって結局寝れなかったのよ。あ、アホかと思うでしょ、かわいそう俺は寝たいんじゃって思うんだけど、なんかするたびに汗かいて起きちゃったり、なんか口が乾いて水を飲みに起きちゃったりとかして結局寝れなくってさ、ね、とりあえず今日は西ラジオ頑張っていただいて、終わったらゆっくり休んでくださいよ。おう、ね、そうしよう。今日もいろいろ水分補給もいっぱいしていただいて、いっぱいあるからね、汗、熱があるときは汗かくのがいいね。ちょっと強強打破をまず飲もうかね。どうぞああちょっとちょっとレッドブルが落ちて落っことしてるわ、大丈夫レッドブルがこれさ、うん、炭酸って下に落っこったらどうなるんだろうね。来てるんじゃない、今マイクの前で開けてみて、やめてください宅を汚さないでくださいそれはじゃあ後でこっそり ね外で開けてください。大変よね、まあ、こんな状況でところどころお聞きご結婚からお聞きご結婚なところがあるかもしれませんけど、元気なんで、元気なんでとりあえず元気はあるんでねとりあえず困っちゃうぐらい元気なんで、はい、皆さんよろしくお願いしたいと思います。83.9MHz ミッドナイトプレミア火曜の深夜にお送りするのは私西健二と古谷香織がお送りいたします。投稿バラエティー西ラジちょっとなんでやってないですか何よさあ今週もですね、いじめ全然いじめじゃないですよねラジオをご覧の方にはこう合わせてるじゃないですか、タイミングを。ラジオでね聞いてる方はどんどん西健二ただ普通に元気っていうか、むしろなんかはいじゃないかって思ってるかもしれませんけど、今曲がかかってこうテーマかけた途端にもう後ろではうえもうしんどいわね、ちょっと大変ですけれども、おえおえって言いながら結構やるんでおえおえって気分悪いとかはない？あ、じゃあ気分はむしろいいです。気分はすごぶるじゃあおえおえ言わないで言わないでっつったって体が痛くて何も俺だってそっかおいおい言おうと思って言ってるわけじゃないのよ、ね、びっくりしたわ、吐きに行ったのそういう感じではない、全然そういう感じじゃないです今日はそんな感じなのでちょっと、はい、いつもとはちょっと若干違う放送になってるんですけど、ね、今週の西健二はちょっとおかしいっていうのを最初に、まあ、いつもと違うなといつものおかしさとはまたちょっと違うおかしさが、はい、あるので、はい、ご了承いただきたいなと。今日たまたまなんか不祥事があったとしても今日の西さんはちょっと違う。なんでいきなりそういう言い訳から入ってくるんですかなんか絶対放送しちゃいけないような言葉が出たとしても、いやそれはやめてくださいそれはいつもの西さんとは違うということでね。さあ今週はですね、そういうわけでもう半分なんですね、1年が早くも、早いですね、2012年早くも、そっか、6月の最終火曜日ですもんね。ですよね、もう最後なんですよ。つまり上半期がもう通り過ぎたというわけです、うん、ね、ということで今年の頭からねずっとやっておりました、替え歌合戦グランプリ、はい、これ作詞ちゃんとかね、はい、替え歌とかやってて CM 替え歌合戦とかね、そういったものを合わせて、はい、もう一度グランプリとして今やってたものなんですけれども、はい、それの優秀作品をずっとね毎回決めておりまして、でそれがもう上半期で揃ったということで、はい、上半期の最優秀作品たちを皆さんにお届けしようと、うん、そうなんです、そういう趣向になっておりますので、今週は投稿のネタに替え歌はございません。そうです、ね、だけど先週はだったんだよね、先週やった替え歌の放送しきれなかったものね、やつが残ってるんですよね、うん、スタジアムの音、これやらなきゃいけないんだな、あ、歌えるんですか来週に回す、もういや下半期のものとして扱います、下半期のものとしていきなり残っか
ね、なんかちょっとここでいっぱい歌ったらさらに熱上がりそうだもんね。なんかね、ちょっとじゃあでも短いやつだからちょっとスタジオもタラタタタタだけだからね。そうだね。じゃあちょっと西さんの体調と相談しながら、うん、なんとかこれはやろう、よしやろう、よしやろう、しましょう、うん、やります。ということで、あの皆さんからの投稿の募集はね、はい、今回替え歌ございませんので、はい、来週までお楽しみにということで、はい、今年は今までのね上半期の優秀作品を、はい、お楽しみいただければと思います、はい、その他のコーナー普通にやるんですよ。そうなんですよ。そうなんです、はい、今週はやったかですね、やたりやたろうさんの小さなこうなんか達成感のあるような小さなガッツポーズするような、はい、やったっていう瞬間ありますよね。そういう瞬間を送っていただくやったか、はい、そしてツボコレクションもやっておりますよ、はい、皆さんもあのツボいろいろありますよね、性的なツボ、あとなんか、最近はドラマの中でこういうシーンがツボみたいなのありませんか、なんかツボね、ドラマのツボ、なんだろう、リーガルハイで最後に、うん、主役の男の酒井さんが放つ一言とか、あ、最後の最後にねなんかすごい、あの今日最終回だったんですけど ね、まだ私も録画して見てないですけど、酒井さん素晴らしいですよね、本当にね、面白かった、役のたんびに本当に、ガッキーだっけ、はい、ね、あれ出てる、あれもあれもツボですよね、結構ね。あ、そうですか、うん、どういうところがツボかな、なんか割といいテンポでギャグをこう回していくときの、うん、その行った後のなんかちょっとなんていうの、やったっていう顔があるじゃないですか、なんかそういう顔がなんかすごい好き。あ、そうです、うん、全然関係ないんだけどさ、はい、短い時間で、うん、例えば今のこのやつだって5分ぐらいしかこうないじゃん、曲が、はい、でこの中でこうなんかコーナーを全部紹介しなきゃみたいなプレッシャーもあるじゃない、うん、はい、でこの間ミュージックフェア見てたらさ、うん、佐田正史さんの特集やつ、はい、で60周年還暦なのか、それでなんかほら60人のいろんなスターを集めてコンサートやったんだけど、ね、それをミュージックフェア版として、うん、夢の共演、さらにいろんな人と共演してもらおうっていう企画をやってたのね、はい、それがね結構すごい、エレカシの人と2人で、はい、あの主人公を歌ったり、なかなか見られない、それと、ね、あのすごかったのが山崎まさよしさんと2人でさ、はい、あの空になるっていう新しい曲を、はい、山崎さんわざわざ覚えて、うん、2人で向かい合ってこう歌ってたの。でそれのほら時間なんかあんまり、せっかく2人のトークとかすごい見たいじゃん、うん、だけどあんまり時間はないじゃん、うん、だからなんかでほらエレカシの人とか特によく分かんないじゃん、なんか、うん、あのいや佐田くんさ、あの一緒にできてすごい嬉しいで、ああのいや俺のもうすごいあのなんかでいやすごいやったんですけどなんか全然とんでもあの頑張ってやっていけると思うんで、はいはい、みたいな、そういうとこありますよね、そういうとこ、うん、そんなの感じで山崎まさよしさんと佐田さんの2人で向かい合って、うん、もう曲紹介までほんの数十秒しかないじゃないですか、はい、そこの会話が秀逸でさ、山崎さんが、佐田さん僕の曲なんか知らないでしょ、うん、佐田さんがいや知ってるよ、キャベツとかセロリですよじゃあ今日は新しい曲を一緒にねやってもらうということでよろしくお願いしますね、はい、じゃあ山崎まさよしさんが空になる、空になるだよって言って曲に入っていったんだよ、なんか何それ、すごい完成度高いでしょ、それはこうほんの数十秒の間に何完璧な仕上げしとんねんと思って打ち合わせしたんですかね、したんもう完璧に作り上げたんでしょうね、すごいやっぱりできる人は違うなと思ってね、そんなハイセンスな、はい、まあこうやってあの西ラジの場合はこうやってあのテーマ曲をもう一回かけてしまうっていう ね、全然もう収めようっていう気はさらさらないですよね本当に、というわけであとなんだっけ、ツボコレクションやったでしょ、はい、カオリンを落とせです、ね、こちらも好評に続けております、さまざまな口説き文句をね、はい、皆様でとっておきの口説き文句を出していただいて
難攻不落の33歳 A カップの古谷香織をなんとかいらない情報落としていただこうと、ね、このスレンダーボディの何が関係ないよもうほらそういうこと言うから、このスレンダーボディの古谷香織をなんとか今夜口説き落としていただきたいと、ね、はい、頑張って持ち帰りできるように頑張っていただきたいと思いますけど、というわけであの、はい、ちょっと若干あのいつもと違ってね、あの替え歌のコーナーはございませんので、そうですね、ちょっとあの今回もメールも少なめで、はい、とっても寂しい思いをしておりますけれども、はい、だからといったら送らなくていいですからね、急に、どうしたらいい、急に送られると僕は今パニックになりますから今日はこうやってあのなんで頭でこんだけ余裕を持ってダラダラやってるかっていうと、はい、メールが少なめだからこうたっぷりそういうこと言ってるとね、後で追い込まれるんですよ、学びなさい、いい加減、何年やってんだあなた、毎回毎回同じじゃないの、また今週の最後もきっとなんか、あそんなわけで、あこう紹介しきれない、またまたまたレシピチみたいな、ね、終わり方になっちゃう、ね、今日はちょっと綺麗に収めたいですね、よし、じゃあ終わりだけはちょっと綺麗に収める、綺麗ね、とりあえず終わりだけは、うん、中がどんだけグダグダで、いやいやいや、中も大事ですけど終わりだけはビシッと締めよう、はいね、じゃあ一番最後いいと思うで終わろう、なにそれじゃあまた来週も見てくれるから、いいと思う、わかった、じゃあなパパーパッと、それないでしょその音は用意してないよ二人でやったらええわ、バババババぐらい俺でも言えるから、さあそんなわけでね、はい、皆様からの投稿が頼みの綱の西ラジでございます、すべてのメールの宛先は839@fmsagami.co.jp 839@fmsagami.co.jp です、ファックスの方は 042-776-0839、はい、042-776-0839 です、はい、皆様からの投稿じゃんじゃんお待ちしております、先日 FM 相模にこの曲の CD はないのか、はい、この CD がどうしても欲しいんだっていう問い合わせが来たそうで、結構ねいただくんですよね、結構いただくよりこそ、そういう声がどんどん上がっていただくとね、はい、FM 相模でもプレスせざるを得ないような状況になんとか追い込んでいきたい、今のところまだ CD はないのでね、そうなんですよね、皆さんの声がたくさんいただければなんかね、あの新しい人たちでみんなで FM 相模の人たちで新録音なんかするのもいいかもしれない、うん、そうです ね、というわけで皆さん CD 化希望の方はぜひ FM 相模までご一報、よろしくお願いします、ミュージックボックスのパーソナリティが歌っております、相模の風に乗って、見つめ合いながら
送りしておりますのは FM 相模の10周年開局10周年の時に、ミュージックボックスの、ね、メンバーパーソナリティみんなで作りました相模の風に乗って、一部古谷香織が歌っておりますけれども、そこの部分は古谷香織が作詞をしてですね、それでそれぞれ磯優子、それから斉藤真理、それから田宮俊彦と他のメンバー4人で合計4人で歌ってるんですけれども、それぞれがね自分の歌ってるパートは自分で作詞をして、作り上げた曲です。またあの FM 相模のホームページの方では聴、くことができます。ただまだ販売の方しておりませんのでね、これから曲の方とは掛け合って検討していきたいと思いますので楽しみに。最強最初にお送りした曲はミュージックボックスパーソナリティーズで相模の風に乗ってでした。替え歌合戦グランプリということで、はい、リバーブを下げるつもりには思いっきり BGM 下げちゃいました。まあまあありますよね。そういうこともね、替え歌合戦グランプリやらなきゃいけないんですけど、はい、今普通歌もいくつか来てるんでちょっと普通歌をご紹介しますね。はい、AKA クラッピアさんもいただきました。いつもありがとうございます。今夜は夜勤真っ最中で西ラジ聞けません。あ、残念。すいません。どういたしまして。お仕事頑張ってください。頑張ってくださいって言っても聞いてないかもしれないけどね。追伸ジャスラックから目をつけられて困ってます。西さん助けて。どうしたの。何やったんでしょう。何でしょうね。著作権関係のジャスラックはでもお話しすればね、うん、あらゆる相談乗ってくれるところなんで。そうなんだ、うん、目つけられたらつけられたなりに真正面から相談するというお話をすることが大事だと。そう決して なんていうんですか、友好的な民族ですから、うん、この人たち。ああそうなんだ。なんか敵対民族みたいな意識を持ってる人多いのよ結構。あ、なんかそのミュージシャンのなんか一部分取ってんじゃねえかみたいな。でもそうじゃなくて、それを音楽を進行させる仕事を、はいはい、著作権を中心としてみんなをこうね。みたいにね。まあとにかく話をねしてみることが大事だと。気軽に結構話できますから、はい、何でも相談乗ってくれたりしますからね。高一のゆうくんからいただきました。はい、日付が変わって、うん、今日6月27日は僕の誕生日なんです。うん、16歳高一らしくなってきました。これからもよろしくお願いします。おめでとう、フルザブ。おめでとうございます。誕生日といえばフルザブですよ。はい、フルザブどうぞ。いいね、16。ね、まだ16ですよ。香りがきらめいてる。私がきらめき16を ね撮影した年ですね。ねえ。ね、香りのね、うん、はい、香りを落とすのコーナーで、うん、先週か、ブーだけどフルザブをって言ってくれたんだけどって、はいね、オードリー・ヘップバーンさん、はいはい、これフルザブカウントしちゃっていいんですかって。あ、してください。実は現在フルザブ9枚で、うん、その1枚で10枚になるんですけど、うん、あ、おめでとうございます。じゃあフルザブ10枚で10枚です。オードリー・ヘップバーンさんカウントしておきますので、おめでとうございます。こんなんいいんですよ、自己管理ですから。全然こんなもの勝手に10枚ねって言うって言ってくれれば全然。まあでもね、リスナーの皆さんは真面目な方が
本当にね、みんな偉いわよね。ちゃんと申告。俺だったら忘れた頃にやってきて、忘れた頃にメール出してこう20枚になりましたとか。あのね、でもね、あからさまなのはわかるんですよ。あ、そういう人も中にはいるんですね。いやでもいないですね。うん、あ、勘違いしてる人なんかも出てくるでしょうからね。勘違い、10枚単位で勘違いしてるとかっていうことはありますね。はい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 、はい、同じく西座部中目黒の黒助さんは、はい、先週の MVP で西座部50枚になりました。お、MVP で枚数達成になるとリーチのメールができず少々心苦しいのですが、よろしくお願いいたします。一気に3枚とかになるからね。あ、そうですね。そうするとうのって言ってないとプレゼントあげられないんでね。残念でしたね。大丈夫ですよ、これ言いたいだけだもん、ね、いよいよって西さんちゃんと差し上げますからご安心を。はい、中目黒の黒さん50枚ね、西さんね。アロちゃんはね、うん、先週ペンケースが届きました。はいはい、カオリンの写真入りなのでもったいなくて使えません。ありがとうございました。使いづらいデザインで申し訳ないけど、ね、そんなこと言ってるうちにだんだんあの顔の上でこうボールペンのチェックとかしてね、なんかシミがついたりするのかな。黒目塗ってみたりなんかして、いや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 鼻の穴のところちょっと大きくしてみたい。やめてください。いろんなことやって遊んでください。そういう風にできてます、ね、そうやって遊ぶのそういうもんなの違うよね。ザカさんからもいただいております。先週は台風の中お疲れ様でした。バラエティの中で時折入る臨時ニュース、バラエティの空気を保ちつつ地域に密着した情報をお届けする姿は力強く感じました。引き続き地域に愛されるラジオ局番組を応援したいと思います。今後ともどうぞお気をつけて頑張ってくださいね。ありがとうございます。ありがたいですよね。そうだ、先週は台風4号が ねバッタバタしましたけど、そんなバッタバタした時に、うん、台風のごとく一緒に番組に参加してくださったコンセンソーさんも、はい、メールをくださっております。西さんの暴走にコンサブ4枚暴走してへんちゅうの全然鼻がちょっとくそろそろ、ま、あ、もう鼻垂れる鼻垂れる鼻垂れるチンしてください、チン。カオリンの美貌にコンコンイン1枚ここに届け出そうとしてるの、ね、ちょっと待って、それはねいやでもお疲れ様でした。帰りがけにね、家で聞いてくれると言っておりましたの で、ねね、でどうせ寝るんですけどね夜弱いと言ってました。夜弱いお笑い芸人なんて本当ろくなもんじゃないですよね。コンセンソーさんありがとうございました。今俺コンセンソーさんに向かってろくなもんじゃないって言ったんだけどいやいや、そんなことないよね早めにちゃんとこういうところは逃さず突っ込んでくれないと俺もコンセンソーさんもちょっとビビるから頼むね。そんなことないよ。2人ともこう会って話してみると、あ、お互いに結構気が小さいんだなっていうのが分かるさあ、はい、じゃあ先週のね紹介しきれなかった替え歌、はい、今回スタジアムの音って言っても分からない人が多いんだよね。こういう音ですよ。ね、よくかかるじゃないですか、はい、メジャーリーグとかで聞く。メジャーリーグでよくやるね、うん、メジャーリーグで7回になると Take Me to the Ball Game って曲がかかるの知ってる？え、分かんないです。そういう曲があるのよ。なんか決まってるんですか？野球場へ連れてってっていう、へ、そういう歌があって、それみんなで大合唱する。へ、そういうのあるといいよね。そうですね。なんかそういう歌作ればいいのにね。日本の6コーラスとかあるか。でも阪神とかだとそうだね、みんなでほら傘を振るとかさ、風船、あ、東京音頭とか昔ヤクルトの時歌ってたもんね。タオル回すとかあるよね。あ、なんかああやってそういうのがあるとなんか球場のみんなとこうね一つになって楽しんでる感じがしていいよね。なんかでもさ、その Take Me to Ball Game は、うん、全チームやるのよ。2軍だろうが1軍だろうがトリプル A だろうがなんだろうが、うん、7回になるかなんかだと必ずやるのよ、うん、そういうのは良くない？そうですね。日本でもなんかそういうのやろうよじゃあ何の曲がいいかな。話持ちかけると何の曲がいいと思う？何がいいんだろうね。また会う日まで、なんで会えるやっぱちょっと時まで切なくなっちゃうじゃん。別れのそのわけは話したくない。今日の西さん若干テンション高めでお送りしてまーすさあ、なんだっけ、スタジアムは、スタジアムのこと、替え歌ね。よし、じゃあ退屈だから替え歌でもやろう。退屈って何それ。たくさん来てたんですよね先週ね、うん、ご紹介できなくて本当すいません。松山亮さんからいただいております、はい。いくつかいただいてるんですけどね、うん
これなんか読むとやっぱり面白いんだよな。読み方で違うんだよな、こういうプレッシャーだな。いくつか紹介しますね、はい、暴れた行こう、そういう歌ありましたこれ意外にあれだな、俺の体力消耗するな。もう一個、たらいまわしたらいまわしね。もう一個やっていい、はい、坂田敏夫、それはなぜ坂田さんなんだろうそういうテンションが合うのかな坂田敏夫さんいいね今なんかほら関東の芸人さんと関西の芸人さんが あんまり一緒に普段仕事しないような芸人さん同士がなんか2人で旅に出るっていう番組してる、わかんない、あるんですかそういうのが。そうなんか意外とほら接点がなかったり東京と関西で、うん、で関西ではすごい人気がある人で要するに新喜劇とかで人気のある人で、うん、関東ではなんか東京の番組にしか出てないような人とかがあんまり仕事しないような人が一緒に会って、それが結構面白いよね。だからお互いになんかこの間石塚さんと誰だっけな、誰か石塚さんと関西の人か、うん、そういう芸人さんとかが一緒にね、なんかやっぱそう意外な組み合わせとかいいですよね。そう、それでね大体ほら同期の人とか、うん、だったのよ、うん、ところがねこの間はなんだっけ沢部さんだっけ、沢部さんそんな人いない、分かんない、お笑いの人で沢部さん、お笑いの人でさ、うん、こういたような気もするし、ちょっとぽっちゃりした人でさ、いないよね、漫才が面白くってさ多分結論出ないと思うのでそれで、うん、その割と若手の、はい、跳ねるの扉とか出てる人ですよ、あ多分ね、はい、でそれで相手が誰かなと思って、俺も当然それと同期の人かなのかなと思ったら、うん、やってきたのが坂田敏夫師匠、もうおじいちゃんと孫ぐらいの年齢差でそれで沢部さんうんだったような気がするんだけどな、はい、何のコンビの、なんていうコンビだったっけ、あ私ちょっとそこら辺弱いから言われても分かんないかもしれない、その2人だったんだ、まあでも意外な組み合わせなわけですね。そう、意外な組み合わせでそれも面白かった。坂田敏夫さんいい人でね、おしゃれで、ああいうのって人のなんか特にさよくドキュメントっぽいそういう旅番組みたいなのあるけど、うん、なんせ相手がそういう知らない人だったりすると、うん、本当に素が出るじゃないですか。そう、ね、そういうの楽しいわよね、ちょっとね、うん、へのへのゴンベイさんからいただきました、はい、これいきなり下ネタなんだけど、あそこ立ったぞ、どうね、どうねえねえどう、一応フルザブ目当てでじゃあもう一個送ってきてるんで、クララ立ったぞって言ってももう遅いかな、もう遅いわよね、もうダメよ ね、 そうだね、先にクララにしとけばよかったのに、あハライチだ、そうだハライチ、ハライチっていう、青鬼さんありがとう、うん、ありがとうございますありがとうございます。雪中庵さんからいただきました、はい、おかま掘ったぞなんか愉快な感じがするね、うん、あと音に乗せてみるとね、そうですね、キュービックドロップさん、うなぎゅうったよ、うなぎゅう、ね、うなぎゅう食べたりする、すき家の、食べないですねあんまり、すき家の牛丼、うなぎゅう、うなぎゅうそんなに食べないかも、もうそう、うん、うなぎはいいわよ、好きですよね、大好き、うなぎ俺好きやの、うなぎが大好きや、あそうなんだ、うん、本格的なうなぎ屋さんのお店に行くとなんか合わないの、なんか前にねなんか何万円もするような高いところで食べたっていう話してましたよね、そうでも全然ね、いまいちだったっていう、美味しくないと思って、値段じゃないんだね、値段じゃないんだね、やっぱりこういう、うん、庶民的な、うん、そういうのがあなたにあったりするのよね、うん、塩かけさんか、群馬の塩かけさんからいただきました、これ
これどうやって読んだらいいんだろうなこれ多分なんか字数絶対間違えてるよな。外味噌味噌って言ってんだけど、香りならどう読むかちょっと俺一回読んでみるから、はい、その後香りもチャレンジしてみて、はい、みんな頑張ってねみんな頑張ってねって書いてあるんだけど、3文字ぐらいオーバーしてる。みんな頑張ちょっと歌ってみて香り。3はい、みんな頑張ってねそうなるわよね。でも一個音の合うやつはこれ、八丁味噌美味しそうに聞こえるね。最近俺毎日味噌汁作ってるよ。いやすごい、ハマっちゃって美味しくって、自炊がハマってますね。やっぱりね、味噌汁飲むとちょっと違うね、うん、朝あの出かけに味噌汁だけ飲んでも随分違うもんだわ、うん、C&C さんからいただきました。財布拾ったおなんで詰め込んでまででも王を入れないと気が済まないそこはやっぱりトレードマークというかねえ、ね、だって財布拾ったでいいのにさ次いくね。ロープを買ったおもうこれ皆さんもうご存あのね常連の方はもう分かってると思いますけど、裏山行ったおやっぱり行っちゃった気に吊るしたおー吊るしちゃったんだ。はいお疲れアロちゃんからいただきました。はい、アロちゃんいつも見事ですよね。今回も MVP 候補じゃないかしら。アロちゃんもたくさん MVP に選ばれてますから ね、 撮ってるわよね。センスがあるのねやっぱりね。紹介しましょう。茶漬け食ったよ、お茶漬けね、はいはい、サラサラっと食べたいよね。食べたいね。家がレトロ家がレトロ家がレトロ、あの俺の大好きな渡辺敦史の建物探訪で、うん、先週の金曜日やってたのが町田市のお家でさ、ついなんか見ちゃうよ ね、 ね、どこだどこら辺だろうと思ってね。続いてチャリでレッツゴー、これなんかいいですね。いいね、さすがだね。あ、フルザブも西ザブフルザブダブルですよ。でこれ最後これが一番あのしっくり、魚取ったどこれ見事だね。そうですね、さすがですね、さすがアズちゃんです。西ザブフルザブダブルで出ました。カウントしといてください。陽平さんからいただきました。チョコモナカジャンボこれも詰めてきたね、詰め込んできたね。少女時代名刺とかこういう名刺とか多いね。そうね、だけどなんかこうシチュエーションでこう坂田敏夫だと笑えるんだけどね。あーそうなんだろうね。少女時代だと笑いはしないわね。ハマっちゃうね、なんか綺麗に、うん、カッパ太郎さんもね、うん、ものすごい詰め込んできてるんですよ。おチャレンジしたいと思います、はい、美女が美女美女なんだってT シャツ透けてる雨でね、光景としてはいい光景だけどね続いては小新井さん。小新井さんも実に最近受賞回数多いですよ ね、 ね、後半からあの参戦してくださって、コブラツイスト、コブラツイストで最近ギブアップを取るってことないですよね、なかなかね。そうなんだ、コブラツイストからまんじゅうが勝つために移行して結局ロープブレイクみたいなね。うーんドミノ倒し、これもなんか絵が浮かぶね、うん、サバの味噌に、なんでしょうね、響きでやっぱり面白くなるよね、うん、小原さんありがとうございます。ありがとうございます。サーキットのおかみさんからいただきました。油ぎっしゅ、油ぎっしゅね、うん、これなんだろう、これ知ってる、たなしたんわ、俺これ知ってるような気がする、たなしにあったような気がする。あそこ今名前変わったんだよね、たなしってね、
そうなんですか。なんかどっかに田無タワーってあったような気がした。田無あのスカイツリーのご、うん、このご時世に田無タワーを選んでくるのが、うん、あるんだ。さっきとの神さんのセンスだよね。田無タワーに続いてこれ俺のタワー。どうしても下に行かないと済まないんですね。西座あげますね。あの下に行けば西座もらえるってわけじゃないですからね。誤解しないようにね。続いてはザカさんからいただきました、はい、焼肉西さん。この間ね、あの一星さんって方が、はい、あのタイムライン上のお友達が来てくださって、うん、一緒に焼肉美味しかったですね。行きましたね。あのうちのすぐそばのね、はい、一刀両断っていう、はい、あそこ美味しいわよ ね、 ね。あの肉もまあまあそこそこ美味しいんだけど、うん、あそこって食べるものにつけるものいろいろ工夫してるよね。あ、そうですね。このお肉にはこれをつけてくださいみたいなのを、ね、そうそうそう、このわさび醤油のこういうちょっとあの柚子胡椒みたいなのを使ったやつとかね、なるほど、美味しいわって思いました。そうそうそう、よく合ってんだよね、うん、ああいうとこはなんか食べ物屋さんのセンスだわよね。サムソンさんからいただきました。ドミグラスソースー。みんな詰め込んでくるね。美味しいよね。でもね、ドミグラスソースね。昔はこの箱に宝が入っていました。千両箱。千両箱ね。なんか今でもやっぱり絵が浮かぶよね、千両箱って ね。 そうですね。会津大好きさんがいただき、会津大好きさんからいただきました、はい、たくさんいただいてるんですけどね、うん、しどろもっとろこういうの面白いね。なんかいいですね。ふるさばぎ、うん、じゃあ西田負けない。何それ。あとね、俺はこれが好きなの、あの腹が減ったぞ。あ、これもいい ね、 こういうのいいと思うわ。続いてアラニス森そばセットさん、はい、これは先週あのあれですね、コンセンソンさんが送ってくれたやつですよね。はいはい、さすがですよ。でも若戸明。これまた人の名前でも人選がね、さすがですわよね。選んでくるところがね、やっぱ違うわよね。トイレクイックル。さすが、さすがね、さすがだね。選んでくる、やっぱりあの物が違うよね、うん、なんかね。西田ばけますね。まあ、もらったところで東大生中年って感じでしょうけど、オードリーヘップバーンから、オードリーヘップバーンさんからいただきました。これ例題にもなってたんだけど、ボケましょうおタイム。これね、こういうコーナーがございまして、ボケましょうタイムはいつもこの音でスタートするんですけど、V2 さんからいただきました。かゆた、CM ではない方、替え歌曲終了後に、うん、なんだろうな、これドナルドマクドナルド。違うよね、きっと。なんかこう言わんとしてることは違うよね、きっとね。ここでっていうのがあったのかな。なんかきっとね、ごめんね、多分伝わってきてないと思うんだけど、伝わってなかったらごめんなさい。横の子のかっちゃん、はい、てへぺろっぺろてへぺろね、最近やたらと耳にしますけどね。もうてへぺろ飽きたでしょ。もうちょっと落ち着いてきたから。なんか今使われると寒くない。もうそんな、うん、他腹が減ったぞ、これね、飯がないぞ、煮干しで我慢。ちゃんと最後は煮干しで我慢するっていうところまで言ってるのは立派だと思うんですよ。アセロラさんからいただきました、はい、ね、舌を噛んだ。舌噛む時ってあるよね。痛いね。ありますね、食べ物噛んで、ね、なんで噛んでる時とか間違って噛んだりする、ね、なんで噛んじゃうんだろうね、あれね。機材トラップ。世の中便利になればなるほどこういう機材トラブルに泣かされることありますよね。歌詞が飛んだ。
歌詞よくカオリも飛ばしたりするじゃないですか。ええ最近ではあのモニターの代わりにあの足元のモニターの位置に歌詞が出てくるっていうね。あ、テレビ番組とかでね、あのライブでももう主流ですよ。あ、そうなんだ、うん、あのほとんどの、最近のライブハウスってちょっと大きめのが多いじゃん、アックスとかさ、ああいうところとはもうほとんどみんなそういうの使ってますよね。すごいよね、あ、いいよね、忘れなくてねということで、はい、今週のこれもう MVP を決めなきゃいけない。そうですね、それも加えてのですよね、選考っていう感じですよね。上半期どうしようかな、どっちかだな。松山亮さんかアロちゃん。はい、松山亮さんのただいまわしいかさあ坂田斗司夫もよかったけど魚取ったどうかな、やっぱりアロちゃんの。そちらですかね、うん、はい、今回の MVP はアロちゃんの魚取ったどうということで、はい、はい、こちらが MVP です。あとたらい回しと、うん、さっきとの神さんのたなしタワーも入れとこうかねじゃあ3つということで、はい、MVP です。おめでとうございます。 MVP の方それぞれプラス2枚ということで、ね、はい、先ほどピンポンでまた座布団もらった上にさらにもう1枚、はい、あと2枚か、合計3枚いただきますので、ね、これであの10枚単位でね、うん、あのなったという方はうのって言えなかった場合はプレゼントあげないのでご注意ください、はい、って言いながらね、あげちゃうんですけど、あげます、あげます、うちのあげます。さあ、ねこんなことやってる場合じゃないんで、そうだよ、こんなことって落ち着いてる場合じゃないんで、あのさ、あれあれ、どんどん紹介していかないと、うん、今までの MVP のね、はい、上半期の上半期のやつ、まず1月の頭はねこういうのからスタートしてたんです。はい、アフロならディスコが良いに自信が持てます。中目黒の黒助さんのアクロン、はい、アフロンならディスコが良いに自信が持てます。これ見事ですよ ね、 ですね、これね、ちゃんとアフロとディスコがちゃんと絡んでるのが立派ですよ。それからあの時事ネタでやっぱりあの AKB ネタもやっぱり今年は外せなかったですよね。サーキットのおかみさんがアート引っ越しセンターの替え歌、やっとマリコがセンターへ、上からマリコって曲、うん、これもうまいですよ ね、 ね、上手ですよね。それからこういう CM の替え歌以外に普通の、はい、歌の頭の出だしの替え歌を考えるっていう、はい、そういうのもやってましたよね。それの第1回目にやったのが神田川、はい、ね、あの名曲でございました。アロちゃんの考えてくれたのが MVP でした。鼻から牛乳吹き出すかしら、語尾がねこうしっとり歌われるとね鼻から牛乳吹き出すかしらって、ね、なんかこの曲の感じとの、ね、ミスマッチなところ、ね、曲の感じで笑えるんですよね続いてはブルーダイヤ、これもサーキットの神さんが MVP を受賞しました。2パターンあるんですよねこれね、はい、長いバージョン、まず短い方のパターン、パンツは白でパンツは白に限ると青は嫌よという、でもうまいですよね、ね、うまいよね。そして長いバージョンの方は折衷庵さんが MVP を取りました。こちらです。セレブな街です、自由が丘東急線で行きましょう、うん、ね、見事にこの長いバージョンをうまく利用したパターンです、ね、ーーはい、それからその後はビッグカメラ、あ、チャイムかな、ビッグカメラ、ビッグカメラだったらビッグカメラ、あ、そうなんですねなんかそんなするとなんかカオリの意見を俺が無視してなんかジャイアンみたいな、いやいやいや、俺はジャイアンみたいな感じ、ジャイアンじゃないですかいつもビッグカメラね、はい、ビッグカメラはオードリー・ヘップバーンさん、ゆっくり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 一
痛いんだ、ぎっくり腰が。痛いよね。痛いんだよ。一回本番中ね、ここで倒れてて。あったね、西さん。去年のゴールデンウィークぐらいだったぐらいだったっけ。ここの下に寝転、横になって寝転がった状態でこうタクを操作して。そうだ、私一人で手だけが出てきてこうキュー出してるっていう。そうでしたね。気持ち悪い回があったんだよね。で3週ぐらいお休みしたんでしたっけ。そうそうそう、ね、そういえばあのさ、来週のちびまる子ちゃん、寄り抜き、前の名作集のやつで、はい、俺の大好きな、お化け屋敷のやつがやるんですよ。何の宣伝。ちびまる子ちゃんの宣伝。ここでちびまる子ちゃんの、なんだほら、要するにお化け屋敷入ってなんか怖がる話なんだけど、そういう中で手がバーッと出てきて、それでおいでおいでって言った時に逃げるまるちゃんがおいでというって言って逃げていくんだよ。おいでという。そこが大好きでね、俺その。さあ、気になる方はぜひ来週のちびまる子ちゃんをご覧ください。そうそう、好きなんだよね、西さんね。大好きなの。おいでというわね。なかなか考えられるセリフじゃない。それで逃げるんだ。そうそうそう。続いてはブックオフ、はい、これね、折衷庵さんが非常に折衷庵さん真摯な方なんですけど、はい、C&C さんみたいな人じゃなくてね。何名前を出すの、そうやって意外な歌詞をね。そうだけどこんなのでやってきたんです。今度来たならぶっ殺す。こんななんか愉快なメロディーでこんなこと言われても、ね、また愉快に歌ってみたんですけれども、どうだったでしょうか。西さんこう歌詞によって歌い方変えてるとか。歌い方もね、今回は結構ほら、前はいつもはメールで来た時にバッて読んじゃうんだけど、今回ちょっと考える時間があるじゃないですか、はいはい、だから色々やってみたりしました、ねコーラスなんかも入れたりとか、ね、そうですよね。そういう意味では次に替え歌でやったどんな時も、はい、マッキーのアルちゃんの作品なんですけど、もう最後だけが違うっていうね、うん、こちらもハモリも入れて、はい、自分で楽しんでおります。どんな時もどんな時も僕が僕らしくあるかこれ。これもまさかね、そんな言葉が続くとはと思いましたね。アルカポネで締めてくると、ね、さあ上半期のね、はい、優秀作品どんどん紹介していきますので、それで最優秀作品上半期の、はい、こちらも発表していきますのでお楽しみに。やったーかん。うわ、まずなになに、何飲んだの。大丈夫、西さん、なんかドリンク注入。ランダムにドリンクを飲んでいるわけですけれども、ええ、手に取って何だか今分かる、ブラックブラックのスパークリングとかいうわけ分かんないやつ。まずっ。あ、びっくりした。まあ、そういうのがね、体に効くのかもしれないですから。かもしれないですね。うん、あ、やたねやたろうです、こんばんは。あれ、なんかキャラが違う。うわヤタネさん、何ヤタネさんが飲んだの。ちょっと待って、もうちょっとだったらヤタネさんが飲んだ。
あ、はい、V2 さんからリクエストできますか、はい、できません、あ、ごめん、よろしければこれお願いします。少年金太の冒険は鼻から牛乳、ありがとうございました。ごめんなさい、ね、6月18日は僕のお誕生日でした。あ、そうだったんだ、おめでとうございます。おめでとう。じゃあじゃあふるさと差し上げましょう、ね、お誕生日が、おめでとうございます。お誕生日だった方にはふるさとをねプレゼントしてますので、ね、どんどん積極的にお誕生日の方は一年に何回お誕生日があってもいいもんです。1回でしょ、ね、10枚貯まったら教えてください。10枚貯まったら、ね、素敵なプレゼントを差し上げますので、ただ自己管理でね、やってくださいね。あのこちらで一切買おうとしておりますので、ね、はい、リスナー任せという、リスナー任せで本当に申し訳ございません。というわけでやったでやったろうがお送りいたします、やったかのコーナーでございます。はい、今週も多分もう張り切ってお伝えしたいなと思います。無理しない方がいいと思いますよ変なテンションだけど大丈夫ですか。キクちゃんってさ、キクちゃん、商店のキクちゃん、 あの人モノマネやるんだけどさ、あれ未だにやってて、ダメだっちゃうよ、なんかダッタッタブッタ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 ッってやつがあるのよ。はい、それまだやっててさ、南信介さんが司会やってる頃からやってたのが今もやってるのちょっと感動しちゃって、でももうあんまりにもほらあの定番中の定番じゃない、うん、青ってやった時点でもうあの分かるじゃないみんな、うん、それで歌丸師匠もそれが始まると、うん、はいみんな休憩って言ってそれぐらいのネタになってるのね。落語っていうのはやっぱりそういうなんて言うんでしょう、なんか定番ネタみたいのは息づくからね、うん、そうなんですね。では今日もやった顔をご紹介してまいりたいと思います。一番今日ご長寿ですか今までの中で。エイズ大好きさんから何言ってるか分かんないんですけど、やっちゃったったらねちゃんと読んでもらえます、あ、本当伝わってこないんですけど、やっちゃったったらやっちゃったやったじゃないでしょう、何がやったなのか全く分かんないんだけど、もう一回もう一回、何もう一回お願いします、やとみさん、やったこだろう柄悪もう一回やってやるかよ、かビビカッパだって聞けるからないつからそんなキャラになったんですか、ロッテッテッテえなんか離脱できる気配がないやろ、どうしたらいいやろこれ、あの離脱してください引き離してくださいそこはね、みんなの喜び達成感をね、ね、ご紹介するんですからちゃんとして、はい、いきます、はい、寝落ちしていたのに番組開始時と同時に目が覚めた、やった、これをさっきみたいに読むとでもいいよ、やっちゃった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 で、バッて返したときに食べたこうなるわけですよね。え、でもこれ分かりますね、なんかさ寝ちゃうことってあるじゃないですか、あるあるあ る, あ る, あるなんか楽しみにしてるのにあのよく録こういうのない、録画しといてさ、うん、例えば2時間ドラマかなんかを撮っといて、うん、でなんかかけるといつも同じぐらいのとこで寝ちゃって、うん、で目が覚めるといつもエンディングで犯人が分かったところでその間が何回見ても分かんない、ないね、一番最初の殺されたシーン、あの相棒かなんかとかを見ててさ、最初の殺人事件が起こったシーンのあたりでふーっと寝て、うん、それで最後あの犯人があの水谷豊さんにこう見送られるところで、うん、切ない事件でしたねって言いながら終わっちゃって、うーわあの人犯人やったやと
で中身が全然分かれへんっていう。あ、そう、それを何度も繰り返す。それ何回も何回見ても同じところで出ちゃう。一度ぐらいはあってもさ、何度もはないんじゃない。そういうことあるんですよ。続いてはオードリー・ヘップバーンさんからいただきました、はい、戦かったちょっと梅雨の中休みやったシンプルにきましたね。そうね、嬉しいもんですよね。でもね、確かに、ね、先ほどそうそうお誕生日のあのゆうくんからも来てますよ。はい、ありがとうございます。やったあかん。日曜日スマホを予約した、やった、28日に届きます。何買ったのかしらね。ねえ、もうスマホっていう言い方も定着したわね。うん、嬉しいよね。きっと楽しみにしてたんでしょうね。続いては千田高さんからいただきました、はい。やっと夏らしくなってきました。つい 2,3 日前までは10度前後しか気温が上がらず寒い日が続いていましたが、やっと暖かくなってきました。北海道ではね、やっぱりあの待ち遠しいでしょうね、こう暖かくなるのがね。さあ、やったあかんの投稿です。やっと小麦アレルギーが沈静化した、やった。これケーキ屋さんで小麦アレルギーってどう？辛いよね、常に小麦使ってね、小麦粉に囲まれてるもんね。そうですよ。それから痛風の痛みも収まった、やった。痛いんだってね、痛風ってね。痛みが和らぐのはいいですよね、やっぱ ね、よかったですね。お大事になさってください。牛座をあげます。キュービックドロップさんからもいただきました。先週末群馬に行ってきました。台風も含めどんよりした天気が続いた先週でしたが、晴天の中バーベキューができました、やった。なんか変な音が鳴ってます。何？失礼いたしました。何が起きたんですかこの音がなんかおかしなことになってますね。おかしいね。音はパソコンから流れてるんですよね、うん、パソコンさん機嫌が悪くなったんでしょうかね。かね大事なところで、うん、あ、やっぱりこれかな。ちょっと様子を見て、はい、様子を見て直しますね。ねえ、びっくりされました。ごめんなさいね、失礼しました。ちょっとノイズが入ってしまって、やったあかん続けましょう。はい。C&C さんからいただきました、はい。仙台は日中は暖かいけど夕方から急に冷えてきた。おー、やっぱまだね寒い、あの この寒暖の差が激しいのが風の引き時なんですよね。昨日結構寒かったですもんね。そんな感じよね、うん、今日は暑かったけどね、日によってだもんね。体がついていかないよね。本当だね、もうしんどいわ。続いては C&C さんのさっ、やったあかんですね。夕方の時間、お客様を一人獲得するとお菓子のうまか棒が一本もらえるというデコプレタイム、突然のプレゼントタイムで、あたいは1時間半で3本ゲットだお、やった。あれ音が出ない。にゃ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 に
多分ね、うん、こいつを取っちゃえば、うん、ちょっと重たくなってたのかな。うん、ファイアフォックスを開いてるとなんかしないけど固まるんだよな。うーん、おう、うわびっくりした、失礼しました。なんかそれでもノイズ入ってるね。ダメですね。さっきまで大丈夫だったのに ね、 ね、急にだね。急にですね。なんでしょう急に。トラブル、トラブル。まあそんなこともあるのよ ね、 ね、最後いいともで終われるかな今日いいともで終わるのに。そう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 、綺麗に閉まる予定、綺麗に閉まる予定、ね、予定ではねサムソンさんからいただきました、はい、先週の台風で私の実家にある小さな梅の木になっていた梅の実がほとんど落ちてしまった。あら、翌朝それらを拾っていたが下が土や芝だったこともあって、落ちた梅の実はほとんどほんの一部を除いて傷んでいなかった、はい、手でも取れるが高いところは棒でつっついたり、結構取るのも手間がかかることを思えば今年はかなり楽ができた。やったこれどうなのね、ちょっと聞き苦しいね。じゃあカオリン歌って、じゃあこの後はカオリンが歌います。私なんだ、じゃあ続いてザカさんからいただいたやったーです。毎月買っていた雑誌を買い忘れて気がついた時にはどこの本屋にも見かけなかったのに、先日浅草でその本が一冊だけ残っていって手に入れられた、うん、やったー。にゃー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 ってなんだよ。にゃー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 で歌ってたじゃん。にゃー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 。もう一個ある、初夏の青空の下心地よい風が吹き抜ける中、階段を上がるときふと上を見上げると後ろ姿の綺麗な女性の人が、そして爽やかな風が吹き抜け、その女性のスカートがふわりと、初夏の心地よい風に、やったー。ララ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 ラみたいな、みたいな、こんな感じだっけ。あのさ、なんだっけ、あの宮崎アニメのやつでさ、女の子の子供が歌ってるやつ、風の谷のナウシカの中の歌なの、あれ。そう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 、あれさあれなんか夜中にね、あのラジオでよく NHK とかであの特集やってるじゃないですか、はいはいはい、それであの例えば今日は本日はフランク・シナトラのナンバーお届けしておりますとか、うん、でいろんなカテゴリーでやってて、今回はあの日本のアニメの名曲集をお送りしておりますっていうので、うん、結構あの馴染みのあるルパン三世とかかかったりとかさ、うん、突然さ、うん、夜中の3時ぐらいよ、うん、夜中の3時ぐらいに俺が一人であの人気のない道路を走っていたら、突然ラン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 って怖っって思って何何が始まったのこのラジオって。ちょっとね、あでもほら知ってる人はあナウシカのだって思うんだろうね。あれ知らないとちょっとびっくりかな。あれ怖かった、俺心臓が凍りつくかと思ったもん。何の曲紹介もなくだもん、ね、そうだから、何の曲紹介もなく、ただずっとひたすら曲が続けてかかるのよ、うん、それでこうあいい感じの、あこの曲も知ってるななんて思ってたら、突然さ、うん、何の前触れもなく、うん、女の子が一人で歌い出して怖かったわ。あれは有名なんですよ。ちょっとカオリンだって今もしこの曲を知らない人がいて、うん、今一人でラジオ聴いてて、うん、ちょっとカオリンちょっと読唱してみて。怖いから。ランランダララン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 ダラランランダラランランランダラララランダンダ。怖っ。なんで。怖い。怖いでしょう。知らない人が少ないんじゃないかな。そうなのかな、みんな知ってるのかな。どうでしょうね。もう怖くてたまんなかったわあれ。
それからもうナウシカ見るのが怖くて、俺なんで見られないなんで怖いんだ西さんどうもお久の緑亀ですということで、あ、久しぶりです、ね、久しぶりですね。いろいろあってしばらくラジオから離れて海に帰ってました、うん、あ、海に帰ってた。緑亀だけにね、うまい、あげるんだ俺絶対あげないよ。なんでフルザムゲットですよ。緑亀さんおめでとうございます。今日からまた復帰します。ではやったかにやります。ありがとう。今日眠たい中授業していたけど頑張って寝なかった、やったダメだねジャニスさんの歌で、もう一個緑紙からいただいてます、はい、友達が先月に入籍して来年の2月に式を挙げます、やったー、 おめでとう。ララ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 ラなんか香りで怖い、なんで？そう、それさっき香りのその歌声を聞いて、うん、なんか背筋がゾクッとしてさっきの思い出したの一生懸命歌ってんのに群馬の塩かけさんからいただきました。今夜も酒が飲める、飲めるぞ、やったー、酒が飲める、酒が飲める、酒が飲めるぞ、酒が飲める、飲めるぞ、酒が飲めるぞ。続いてはサーキットの神さんからいただきました。ちょっとパソコン再起動したらなんとかなるかしら。ね、ずっと私たちの歌で行くのかしら。しんどいものがあるからね。今日はかなりしんどいものがあるからね。ちょっと再起動してみようね。はい。ね、こうやって全部パソコンに頼ってるとこういうことがあるんですよね。しょうがないんですよね。今本当何でもね、パソコンでやるようなそんな環境ですもんね。ユーザーの切り替えって。手こずってますか？うん、手こずってます今。再起動ができないです。再起動ができない。終了オプション。あ、できたできた。サーキットの神さんからいただきました。はい。普段はおしゃれスイーツの写真とかがアップされるカオリンブログに僕の下ネタ替え歌が載った。やったー。ララ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 ラ。これ短いバージョン何でしたっけ、カオリンがあの MVP を発表できなくてね、番組の中でね、それでブログの方で紹介してもらったんだけど、うん、あのカオリンのブログにそういう下ネタが堂々と載ったっていう ね珍しい。もう仕事だと思ってキーボードに向かいまして打ったんだね、カオリン打ったわよ、打ったんだ、打ったわよ、打ったんだって、打つわよ悪い続いてはね、うん、さっきとの神さんから同じく、はい、行きつけのバイク屋に行った後エンジンをかけようとしたらセルが回らず、うんともすんとも言わなくなってしまったけど、バイク屋の店長がすぐに店にあったバイクのバッテリーをつないでくれてエンジンがかかった、やった。そのままオートバックスへ行ってバッテリーを買ったら1万6000円もして、いらイラットハウスとやったか両方入り混じってる感じでしたね。自分で交換したから工賃は浮いたけど大きいバッテリーは高い、うん、そうなんだよね。そっか、うちのチェロキーさんもタイヤを買ってもなんかパーツを買うとみんな高いわ。うん、オイル安いんだけどね。そうなん、中目黒くのすけさん、はい、今日可愛い声の女性から2度も間違い電話があった。しかも番号通知してきたから携帯にまだ番号が残っている、やったやったっつってもこれ何にもできないじゃないですか。ねえ、ちょっと間違い電話のふりしてかけようかなみたいなことを考えてるんですかね。いけるかしらね、携帯に間違い電話ってちょっとでもびっくりするよね。するよね。せっちゅらんさんからいただきました。
今日も使っている行きつけのネットカフェの無料ドリンクコーナーにソフトクリームマシンがついた。おやったこれ嬉しいね。嬉しいですね。ちょっとしたことでもさ、なんかソフトクリームマシンまで行かなくても、うん、例えばなんか最近分かった綿飴の機械が食べ放題の横にそっと置いてあったり ね、ドリンクバーと並んで置いてあったりしますね。あれ嬉しいですよね、うん、子供たちは嬉しいよ ね、最後かな、横六のかっちゃんからいただきました、はい、夢の中に西さんとカオリンが出てきた。やったー。おー音は出るやっぱりダメらしい。ダメだったか。ね、これあれあれだっけ、書いてあったやつだっけ、ツイッターに。違いますね。また別の方から。そう、なんだろうね。ツイッターではなんだっけ、誰かが。タッチーさんが夢に出てきたって言ってた。もうそんなことないんだよね。俺はその時不可恐に脅されていた最中だったから。どんな夢見てるんですか。人の夢言ってる暇はない、なかったはず。人の夢って。なんかね、夢に見られ登場することが最近多いですね。ストーリーはね、20代の頃勤めていたレコード店町田駅南口が舞台で、うん、担当セールスマン過去西さんが新人アーティストカオリンを連れて挨拶回りをしていたという内容で、うん、ミニライブをしましょうということになり、会場がボックスでした。へー、すごいね。さあ始まるというところで目が覚めてしまいました。あらー、ちなみにレコード会社は LDC でしたよって。今日ね、ちゃんとパイオニア LDC の、うん、ね、なんかありそうな夢だね。ありそうな夢をね、本当にね、はい、ということで、はい、やったーか以上になります。来週は、はい、イラブさんがご紹介する、はい、イラットハウスでございますのでね、よろしくお願いします。音の不調ですいませんでした。メールの厚、ね、音の方ちょっとごめんなさいね。ちょっとまた、はい、歌を紹介していきましょうかね。さっきの続きいきますか。続きいきますかね、はい、コンビニのにんちゃ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 ん、ニューテーンでしたね。そうこれね、松山亮さんが、はい、MVP だったんですけど、さだまさしで歌ってみました。山下の辺草かった何にさこちょっとこう入れてるんですか。雰囲気合ってない。うん、なんか山下の辺草かったっていう、なんかさ、佐田さんも結構面白い歌歌うじゃないですか。はいはいはい、に行くな、なんかそれをちょっと思い出しましたなんかね、確かね、俺の記憶違いでかもしれないけど、佐田さんのマネージャーに山下って人がいたような気がしたんだよね。まあ、それがどうしたっていう。そしたら言いそうみたいな感じですかこういうことね。本当に歌っててもおかしくないかも。続いてはね、群馬の収穫さんが MVP を取ったチョコボール。はい、うざきもこはギャル語だよ。ギャル語ね。ねえ、確かにうざきもこはいますね。ね、ぴったりハマってますよね、うん、それからね、ザカさんも受賞してるんですね、はい、これね、コスモ石油で、いつでも満員さ通勤電車、はいはいはい、ね、こんなのもございました。はい、それからね、ファミリーマート、思い出しますね、いろいろこうやって聞いてると、ね、やってると思い出すね、うん、ファミリーマート、MVP 受賞したのはサーキットの神さん。はい、アラフォーのタンスにボディコンスーツアラフォーのタンスにボディコンスーツ、うまいよね。ちょうどね、ボディコン世代、さすがだよね、この辺はね、ディスコとかその頃だよね。そう、もう一個いこうかな。はい、オードリー・ヘップバーンさんが MVP を受賞した、はい、藤子のお豆さん。はい、ブリーフのおやじさんブリーフのこういう笑顔かぶっていうのは強いよね。あ、そうかも。笑顔かぶとちょっとついやっぱり笑ってしまうっていう、うーんと、まあこんなようなところなので、はい、また後ほど、続いて
って ご紹介していこうと思いますけど、はい、優秀作品賞をいくつかと、はい、それからあとカオリン賞がね、はい、あって、優秀作品賞の方プラスまた西座部1枚ずつあげようかね、はい、カオリン賞はフルザブ何枚あげる、じゃあ1枚1枚それから準優勝的なのがね、はい、技能賞と関東賞が、はい、技能賞と関東賞が一つずつあるんで、はい、その2つには、2枚ずつ、おそして、はい、上半期の最優秀作品賞には3枚、はい、おすごいよね、だからこの作品一つで6枚、うん、そっか、もらえるっていう、そういうことですね、その前に MVP を取った時と合わせるとね、ということなんだよね。ねえ、一体どの作品になるんですか。さあ、どの作品になるかもお楽しみにしていただきたいと思います。さあ、じゃあ、CM を挟んでカオリンを落とせに行こうと思います。はい、西ラジ、この後2時まで生放送。カオリンを落とせ。さあ、今週もやってまいりました、カオリンを落とせのコーナー、はい、南高フラッグのきらめき33 古谷カオリンをなんとか皆さんでね口説いていただこうというコーナーでございます。いつもありがとうございます、ね、たくさんいただいてますのでどんどんご紹介していきましょう、はい、ピンポングで判定していきますよ。音出るといいんだけどな、大丈夫かな、そうだろうね、まずはソリさんからいただきました、はい、君の瞳は世界中の太陽だね。あ、ちょっと嬉しいですね、ストレートですね。ちょっとこれ長いけど V2 さんからいただきました、はい、カオリンどうしたの、もしかして風邪でもひいた、熱とかない、ちょっとおでこを出して、動けないなら僕の背中に乗ってもいいよ、君が良ければカオリンの熱を吸い取ってもいいかな、君の元気な顔が一番だよ。弱ってる時にこんなこと言われたら、ね、ね、弱ってる時ってこう嬉しいわ、つけ入り時ですからね、つけ入るってオードリー・ヘップバーンさんからいただきました、カオリン A カップ、あのね、ちゃんと寄せて寄せて寄せて上げて上げて上げて収めると C になるんだってよ、手伝ってやるから、それ脱げ。ちなみに僕は普段も C ですけど、いろいろ間違いがねあるのでね、ここはブーでじゃあ西田ブー差し上げていきますね。ザカさんから、いただきました、香織殿、私の妃になれば我が魔法で嫌いな食べ物を全て好きになるようにしてあげましょう。あー、ちょっとね、好きになれたらいいわいろいろねチャレンジしてもやっぱりダメなものはダメだったりするもんね。そうなんだよね、難しいわよね。でもまあ別に無理に食べなきゃ死ぬってわけじゃないからね。まあね、まあいいじゃないですか、多少の好き嫌いは、群馬の塩かけさんからいただきました、シンプルに来ましたよ、一緒に飲みに来ませんか。おお、お友達からみたいな ね、こういう、ね、あの軽い入り口はいいですよね、爽やかじゃないですか、ね、
サーキットのおかみさんからいただきました。ねえカオリン、緊張してるの？緊張してる時のおまじない知ってる？そうそう、僕のポニョに人っていう字を3回書いて舐めてみてこれはひどいひどいひどいね、よくわかんない。僕のポニョに人って字を3回書いて舐めてみてってこれひどいわ。ひどい。西座部あげときますあげるセッチワンさんからいただきました。カオリン、カオリンを落とすには三角締めがいい？それとも送り襟締め、ギュッとね。痛いよ。痛くはないんですってよ。痛くないの？うん、なんとなく自分でこう、あーすーっと落ちていくらしいよ、ね、やだ。落ちる時痛みはないんだ。痛みないって。でもやだふわーっとこうなんか本当に意識が遠のっていう感じになって、怖いよキュービックドロップさんからいただきました。最後、カオリンのライブ値上げに反対したけど処分はカオリンに一任します。除名されてもカオリンファンはやめません。何、どういうこと？分からない。これなんか政治家っぽいね。ねえ、あ、ちょっとよく分からなかったわすいません。ということで、もっともっといろいろ工夫してカオリンをあの手この手で口説いてみてください。以上、カオリンを落とせでした。続いてはちょっと、あ、そうだ、ふつおたってもう来てないか。ふつおたはさっき読んじゃったかな。そうね、じゃあ、うん、一応サムソンさんのミシペディアのコーナー、はい、行っていきましょうかね。毎週ね考えてきてくださってありがとうございます。ね、ありがとうございます。毎週リスナーのサムソンさん限定でね行っているコーナー、サムソンさんがいろいろ町田相模原のさまざまなものをご紹介してくれております西ペディア。今週はね町田市立総合体育館をご紹介します。1989年平成元年にこれまでの町田市立体育館に代わる本格的な総合体育館として南成瀬に完成しました。野津田の私立競技場や逗子にある私立室内プールとともに町田のスポーツの殿堂と市民の体力と健康の場として親しまれています。面積2400平方メートルの中に開催時バレーボール4面、バスケットボール3面、バドミントン12面などの大きさが取れるメインアリーナやサブアリーナなどを備え、各種室内型スポーツに対応できています。各種大会としてバレーボールの V プレミアムリーグや全国私立高等学校男女バレーボール選手権が開催されるほか、2007年からフットサル F リーグの ASV ペスカドーラ町田の本拠地として年間12試合の公式戦が開催されています。また町田市の成人式会場になっているほか、昨年の東京国体ではバドミントンの会場として使われていました。ちなみに総合体育館ができる前にあった町田市立体育館は全日本プロレスの旗揚げ前夜祭の会場として知られていたということです。ということで、サムソンさんありがとうございました。今回は町田市立総合体育館ご紹介しました。今ちょっと最後の話に出てきましたけど、旧市立体育館なんかはね、昔は市民ホールとかできる前も体育館ってあそこしかなくって、僕はね小さい頃にね小学校低学年もっと小さかった時からザ・ドリフターズを見に行った今日覚えがあるんです、その体育館に。ね、なんか覚えてるもんですよね。その時はねまだ志村さんが入っている前で、加藤ちゃんがドラムを叩いてたことも鮮烈に覚えてます。
まあ、バンドの演奏が結構あったような気がしたんですよね。そういったあとなんかクラシックもねよくやってましたね、あそこ球体館で。今もものすごく綺麗になってますけど、市民球場とかね、それからいろんな最近はそう町田の野津田の方のサッカー場も含めてね、町田市のスポーツも盛んになっておりますので。そうだ、新井中さんの頃ですよ、懐かしいな。みんな志村後ろ志村後ろって言ってましたけど、僕は当時加藤ちゃん後ろ加藤ちゃん後ろって言った覚えがあります、市民体育館で。リスペディアありがとうございます。来週もサムソンさんよろしくお願いします。さあ、続いてのコーナー行ってしまいましょうか。はい、続いてのコーナーはなんだっけ、あのコーナーですよ、ツボコレクションか。はい、ツボコレクション、皆様のさまざまなツボを、品評してまいる回でございます。はい、ご質問ねたくさんいただいておりますのでご紹介していきましょう。ありがとうございます。まずは愛知大好きさんのツボ。私のツボは通勤電車内での人物観察。今朝はすごい美人さんがくちゃんというくしゃみ。帰りは後ろから聞こえる可愛い声が。顔を見てびっくりなおばちゃんでした人間観察って面白いですよね。やっぱ電車とかだと本当たくさんの人と、ね、飽きないよね、うん、見てて、ね、乗り合わせるから、わかるわかる。ファックスでいただいたのこれソリさんかなだと思います。ツボ僕のツボはひき肉と卵を炒めた三色丼といちごプリンがたまりません。ひき肉と卵を炒めた三色丼、ひき肉と二色じゃんね卵とご丼だからご飯があるから、ご飯の白でといちごプリン、いちごプリン美味しそうだけど、ね、あ美味しそう。食べ物のツボなんかもね、肉のあそこの部分がツボとか、ね、あ私はタンが好きですよね、牛タン、牛タンね、好きだもんね、うん、オードリーヘップバーンさんからいただいたツボ。ガソリンスタンドの洗車機で車を洗うときに車に乗ったまま洗車機に突入するのが何とも言えず好きです。台風や雷の時にワクワクする感じに似てます。大荒れの外の尻目に守られた空間に身を投じている感覚は日常では味わえない。ラブホに似てるわかるね、これでも自動の洗車機の中にね、わかりますね、車で入っていく感じは、うん、俺前にさフォードの車乗ってた時にね、うん、ドアがよく、うん、窓がよく閉まんなくなる車だったの、はい、で俺いたずら好きじゃないですか、お茶目ないたずら好きさんじゃないですかお茶目なよくおいたする子じゃないですか。で運転してって、はい、横に女の子が乗ってた時に、うん、うーってこうやってバーッと洗車機が動いてる中でガーッてこう窓開けてやったら、うん、何すんのよって言って慌ててこうやって閉めようとしたら、うん、本当に閉まんなくて、どうしたの泡だらけになってて、ね、あーかわいそう、うまくいかなかったでしょう、うん、その時にもうね大丈夫って言ったらね、泡まみれになりながらダメって言われて、あこれはもうダメなんだな、いろんな意味でいろんな意味で怖いね。ザカさんからいただいたツボ、はい、今日のカオリンの清楚なお嬢様風の姿がツボです。あら普段の早朝姿も素敵ですが、何言ってんのかなあー残念、押そうと思ったんだけど、ちょっと余計だったかなユーストリームでもねこの番組配信しておりまして、はい、映像の方でご覧いただくことができます。インターネット環境がある方はよろしければユーストリームでね、西ラジびっ、はい、ちっちゃいチュリーびっくり入れていただけると、ね、美しい香りの清掃な、いやいやいや、ブラウス着てるんです珍しくね。あーでも綺麗、なんかクララみたいね、なんかねクララですか、うん、あはしゃぎもあるクララみたいな感じだね。C&C さんからいただきましたツボです。あたいが隣の席の女子より一歩リードした時の彼女の詳しそうな顔を見るのがたまりません隣の席の女子より
なんだろう、どういうことだろう、勉強とかとか、そういういろんなことかな。なんかそういうライバル関係ってある、うん、あるもんね。意識しちゃうよね、どうしても。そうね、青鬼さんからいただきました、ツボ。ここでは西さんにしか分かりませんが、オベーションというギターの音がツボです。アコースティックなギターなのですが、もともとヘリコプターのローターを製作していた会社なので、グラスファイバーの加工技術を生かして独特の音が鳴り、その音が気持ちよいのです。オベーションっていう名前は聞いたことあるでしょ。そうですね、うん、言葉だけ。どんな感じのとかは分からないですか。一時期アコースティックで全部持ってた人いたな。結構今でも持ってる人いますよ。なんかね、なんて言うんだろう、鳴りが独特な、ちょっとナイロンっぽいっていうかね、うん、ストリングスでもなんかちょっと当たりが、アタックの柔らかい、パリパリンってポロ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 ポリビンってポロポロポロペキャプキーンっていうよりはプレーンっていうような、ペキャプキーンジャッキャンっていうよりはプレーンプレーンってなるような感じ。わかりづらい、キュービックドロップさんからいただいたツボ。80年代アイドルがツボになってます。日曜日に西村智美さん、森口博子さん、南野陽子さんが川崎ラゾーナでライブをしてました。最近3人でグループを組んでるみたいですね。ライブをきっかけに昔の CD を引っ張り出して聞いています。観客は40代50代の人が目立っておっさんばっかりだなと思っていたのですが、そんな自分もおっさんの一人であることに気づきました。あ、でもなんかいいですね、昔から見てた、ね、そういうアイドルの方たちがまた。そうね、この頃はなんかあんまりまだアイドルに夢が持てた頃かもしれないね。今はダメですか。無理でしょう、だって今もうなんかって言ったら暴露話が出たり、ああ、そうね、写真集撮られたり、そうだね、過去の写真が出されたり。群馬の塩掛さんからいただいたツボ、はい、朝ごはんにアサリの佃煮を食べるのがツボです。アサリの佃煮って食べたことある？ある。なんかピンとこないな。本当ですか、うん、美味しいよね。そう、美味しそうだけどね、うん、続いては何やってんのかな。いや蚊がね。あ、びっくりした。蚊がちょっとね、スタジオの中に飛んできてね。相模月光団の鎧衆の勇気のパパ、はい、自分の手のひらを人に両手で挟んで広げてもらい、うん、親指でマッサージしてもらう。本当気持ちいいですよね。ツボですね。そういうツボ。これ本当のツボだよね。本当のツボだね。それは気持ちいいね。でもう一個あるのね、うん、ラーメンでスガキヤの生豚骨ラーメン、うん、激ツボ味です。名古屋では有名らしいんですが、相模原に住んでいるときは座間市のピアゴ元ユニでそこしか売ってなくてよく買いに行きました。味の懐かしい私のツボです。へー、ラーメンね。ラーメンね、俺ラーメンやっぱりよく考えるとさ、うん、昔ばあちゃんがよく作ってくれた札幌一番醤油味が好きだったのね。なんか今食べるとすごい懐かしい感じがするわ。今私チキンラーメン思い出しちゃった。ああそう、チキンラーメン食べたくなっちゃった。はい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 。この鎧衆の勇気のパパは、うん、埼玉からサイマルラジオで聞かせてもらってます。あ、そうなんですね。昨年まで相模原に住んでいて今は訳あって一人暮らし、4歳になる息子と離れての生活です。寂しい、寂しさを吹き飛ばすためいつも聞いてます。深夜で大変ですが頑張ってください。香織さんが別れた妻に面影が似ていて複雑な気持ちなんですが、別れた月日が浅いもので、大丈夫大丈夫、時がその傷を癒してくれるから、慣れてくるから一人って、あ、意外と一人ってこういうとこ気楽だな、なんていうのがちょっとずつこう楽しくなってきて、すぐ慣れるから大丈夫。先輩のアドバイスですか。今度一緒に飲もう。最後に一言お願いします。相模の月光団のセミ丸団長、うん、鎧衆の一心にかけて西ラジ出たでござる、万歳西ラジ。おー
月光団でいつもね、あの鎧なんかそういえばなんか鎧をかぶるなんかやってたんですよ、今の、ね、この間の日曜日に、ね、それのお仲間なのかね、なのかな、ありがとうございます、ありがとうございます。サーキットのおかみさんからいただいたツッポ、島村や伊藤洋華堂の袋チラシのモデルさんのちょっと白っぽい素人っぽいところが親しみやくてツボです。そんな子が水着姿にだったりしても嬉しいし、下着姿にだったりするとすごく得した気持ちになります。これわかるね。あ、そう、まさかそんな風に見られているとは思ってないでしょうね、モデルさん。まあね、だけどやっぱりほらあの常に AV でもさ素人ものっていうジャンルがあるぐらい、素人物って言ってもう販売してる時点で素人じゃないんだけどね。中目黒の黒助さんからいただきました。自分のツボはバイクに乗る女性がバイクを止めてヘルメットを脱ぎ頭を振って髪をなびかせる仕草を見るとあーとうっとり眺めてしまいます。長い髪を振り乱しヘルメットを脱ぎ終えた姿にやられてしまいます。わかりますね、峰不二子やね。あ、いや、そういうシーンあったような気がするわ。確かにかっこいいよね。確かにそうよね、女性が大型バイクとかに乗っててヘルメットを取った瞬間とかね、サービスエリアなんかでもさ、うん、結構そういう女性とかツーリング、ね、最初パッと見わかんないじゃん、うん、黒のほらそれこそバイク用のさ、うん、レザーのやつ、はい、来てて、それで結構でかいバイクに乗ってブワーンってこう入ってきて、うん、ヘルメット取ったらファサーってこう、うん、ロングヘアがこうファサーッするとってうわーって思うよな。まさにね、そういう感覚なんでしょうね。ね、さあ、ひとしきりこれ乗った割にはこれつぼってこれつぼってなんか一瞬構成的な興奮が盛り上がるのよ。さあ、それじゃあね、あれあと大丈夫よね。いや、なんかしないけど今やった感が2つあるのはなんで、やった感がコーナー終わって確認したらね来てたんですよ。ご紹介しましょうか、ね、はい、ありがとうございます。ソリさんからいただきました。肩こりがひどくってマッサージに行ったら肩こりが良くなってきた。やったそれはようございます。やっぱり効くんだね、マッサージ。でもね、これやっぱり癖になるからなかなか難しいわよね。俺もうちにほらわざわざその、マッサージチェアを購入したのも、うん、もうこれはやっぱりいくらやっても金つぎ込む一方だろうと。あ、そういうマッサージ行ったりとかっていうのが、もうこれで単純に計算しても多分年間に満単位のお金払ってるなと思って、うん、あ、 そんなに。どうですか、気持ちいいですか。気持ちいいですよ、やっぱり違うね。そんな気持ちいいですよ。さあ、あとスーパーノムさん。はい、寄席の最前列席に座り大喜利のコーナーで手を挙げたら司会者に指名されたので答えたら客席大爆笑。やったすごいですね。すごいですね、こういうのあるんですよね、寄せたとね。でまたお得した感じになりますよね。いい答え出したんですよね、きっと ね鉄板ネタとかがあればいいんですけど。サーキットの神さんからいただきました。夢に出てきたカオリンがどういうわけかデイカップだった。やった何それちょっと見てみたかったわその夢ねえ、それはやったでしょだって朝起きてカオリンデイカップになってたらどうするよ。びっくりでしょうね。やったんですよ、触ると思うわね。さあ、はい、それでは今週はね上半期の、替え歌合戦グランプリ、はい、優秀作品を紹介しております。来週のお題とかは来週のお題決めなきゃいけないね。
ね、来週はね、はい、来週はね、来週はいよいよもう下半期に入りますけれどもね、入りますね。来週のお題は何かな、ちょっと待って、あれ全然なんだこれうわ最近使ったファイルが出てこないし、じゃあ来週はね、はい、2曲やろうと思います。2曲やりますか。どうしようかな、何と、お部屋探しますとにしようか。お部屋探しますと、うん、はい、お部屋探しますとと、はい、何かの替え歌やりたいな。替え歌、お部屋探しますと割と短めですよね。お部屋探しますとでしょ、うん、それからもう一曲は今選んでおります、悩んでおります。いい感じってあれどんな歌だっけ。あ、パフィーの、うん、近頃私たちはいい感じ、それが私の生きる道だっけ。あ、そっか、それか、それが頭か近頃私たちはいい感じの替え歌やろうか。あ、長めですね。だったよね、確かね、これね、この長さだったよね。どうだったかな。その2曲やろう。はい、お部屋探しますとと、はい、それこれが私の生きる道の頭の部分、はい、近頃私たちはいい感じまでですね、はい、で行こうと思います。はい、さあ優秀作品ご紹介していきます。まずは、中目黒の黒助さんが蜂蜜金柑のドアメの替え歌で MVP、 こちらです。乳首は敏感そこだめ、ありましたね、乳首は敏感そこだめ、やらしい。同じく中目黒の黒助さんなんですけど、井出光、ちょっともっとほっともっときっと井出光なんだそれの替え歌です。あっちそっちこっちどこだよ。おね、こんなのもありました。それから黒猫大和の宅急便はオードリー・ヘップバーンさんが、MVP 受賞しました。風呂場の横には卓球台、はいはい、これもなんか絵が浮かぶよね、うん、それから替え歌ですね、これね、沢田研二さんの勝手にしやがれ、これは折衷庵さんが MVP 受賞しました。生え際に軽やうて、ありましたね、生え際に軽やん塗ってだったわねジャパネット高田は小洗さんが、MVP 受賞してます。 K-POP AKB 誰が誰だかわからないK-POP ね、いろんな人どんどん出てきますけど、分かんなかったりしますよね。それからね、かっぱ寿司、はい、これはね、なんと受賞してるのがかっぱ太郎さん。これね、俺ね、歌もね、あの男性コーラスのグループがやってるじゃない、うん、それをねうまく再現できたと思う。あ、本当ですか。かっぱ寿司、かっぱ太郎さんが受賞しました。カッパカッパカッパの役は岸辺四郎、こんな感じですよね。だったよね、うん、岸辺四郎さんがやってましたよね、最有機。続いてはローさん、これも最近なんですね、うん、これなんで最近かって分かると時事ネタだから、受賞したのはアセロラさんです。泣いてます二股したやつ、本当最近ですね、泣いてます二股したやつっていうのも本当最近ですよね、はいはいはい、会津大好きさんも受賞してるんです、
モンダミンの替え歌で受賞しておりました。ヒケがもちゃもちゃビンラディン、思いついた感じの替え歌で ね、それからね、これとっても俺お気に入りなんだけど、サーキットのおかみさんの、はい、マリオとか短いやつ、さっきみたいにさ、はいはい、今やろうと思ったらミニストップとかやろうと思ってたんだけど、うん、ミニストップとかそういう短いネタって難しいじゃない。はいはいはい、短いネタ、マリオの音楽をやったじゃん、ダラッチャって、うん、それをね、これ本当にうまくやったなと思う、サーキットのおかみさんのマリオの替え歌。あれ、あ、ごめんなさい、音が出てなかった。はい、マリオの替え歌、もうここまで来ると1ヶ月前とかですもん ね、だいぶ最近になってきました。あ、今度は CD 側でエラーが起きている。今日は何かとトラブルか。頑張れ頑張れデッキ、頑張れ CD デッキを、頑張ってくれ、流しておくれ、流させておくれ、マリオの替え歌。あー、ダメだ、短いものなのに。実は本番前にものすごいトラブルがあって、そうなんですね、 MD にダビングしたら撮れなかったっていう、ね、うん、こちらトドがコービー、これもインパクトありましたね。インパクト強烈ですよね。どんどんいきましょう。はい、明治の替え歌、小新井さん、ナビあるのに迷子、うん、ナビがあるのに迷子、はいはい、ね、ありがちありがちですよね。そしてこの辺もう本当先週ですね、うん、ミスタードーナツ、サーキットのおかみさん、言いつつ見たら息子はどうなる、はいこういう作品群でした。でした。さあ優秀作品にとって、ね、はい、あと1分だよ、ご紹介していきますよ。いけるかないけないね。まずチャイムはこれ、うん、エロホームひろったサーキットのおかみさんでした。サーキットのおかみさんのエロ本拾ったね。はい、続いてボラギノール、ミニでオカマプオーツ、アロちゃんでした。アロちゃんの作品でした。はい、そして肝心なところまでいける、土俵に香り、土俵に香り、曲がるうさぎさん、曲がるうさぎさん、うん、そして、はい、ほら長い服、いよいよ準優勝と優勝の発表は来週、はい、嘘ごめんなさい、全然どこが綺麗に、いいとも、いいとも、休みなさい。しゃあないやないね、びっくりだねなんでこんな時間がなくなったんだろう。しゃあないやんけ、こんな時もあるっちゅうね。こんな時もあるびっくりだわ、どんな終わり方やねんって突っ込まれてるけどだね。なんでちゃんと予定通りいいと思う終わったじゃないいいと思う終わったけど気になるよねみんな気になるよね、気になるよね。でもこうなっちゃうともう逆に分かっちゃうっちゃ分かっちゃうんだよ。ああ、あれ選ばれて、あ、かかってないなみたいなね。そうそう、かかってないのが3つだけあるわけでしょ、うん、4つあるのか、4つあるね、4つあるの。そう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 、香林賞と、香林賞もねあるんですよね。香林賞と技能賞、関東賞、うん、そして優勝、はい、ね、その4つあるんです、はい来週にすることもない別にどうかな、ユースト、あ、でももう放送的にはやっぱ来週もやらないとね、ラジオ聞いてる人は分かんないもんね。そうね、来週やる、来週やりましょう、
こうやって引っ張るよくあるじゃない、そういう作戦も。作戦この続きはまた来週嘘ってこれ私たちが嘘でしたよねみたいなね、そんなこともある。はい、なんか最近あれですね、こう収まりきってないね。俺のせいじゃないっつうのかな音が出なくなったりさそうだね、 CD がエラー起こしたりさそうだね、せっかく MD に撮ったのになんかあのひどいよね、あれ MD に全部撮ってそれであのちゃんと TOC リーディングっつってはい、はい、あの書き込みが OK になって、それでじゃあちょっとこっちの実機で再生しようと思って入れたらブランクディスクって出てねえびっくりでした。あのねしかしこの終わり方は3週間前の西安のノープランが判明した時からうすうす分かってた。うそでもしっかりとね、あの先行はしましたよね。ね、ね、バッチリ先行したし、それでちゃんと歌だって頑張ったでしょ。ねえ、今日撮ったんですよ歌ね。お疲れ様でした西さん、体調悪い中で。もう鼻ズルズルの中で大変だったね。撮ったのよ。ね、でもノイズ入っちゃったりね。この何だったんですかね、今日は本当にいろいろありました、ね、こんな時に限ってね。大丈夫な時は大丈夫なんだよ。大丈夫な時は大丈夫ね。え、さっきだけまあそんなこともあります。はい、ちょっとメール見てこようかな。はい、ありがとうございます。あ、俺メール見てこようか。じゃあ喋ってる、かおりかおりが喋ってて俺がメール見る。あ、来ちゃった来ちゃったということで、じゃあ来週は、お部屋探しますと、来週は7月、もう7月に入るんだね。7月の3日か。7月の3日はいよいよ下半期のスタート。それと近頃私たちはいい感じね、この2曲で行ってみたいと思います。今日はでも本当にメール少なくってね、余裕だなと思ってたんですけど、まさかのこのトラブル。今日はいい感じじゃなかったね、本当ね。ありがとうございます、青鬼さん。はい、こちらの方でよろしくお願いします。あ、一星さんもキャスやってるのね。あ、一星さん、その一星さん、こんばんは。あ、まだ、あれ、今日26までって言ってたっけ、こっちにいるのね。ね、お疲れ様です、この間ありがとうございました、遅くまでね。あ、トレインエムさん、ありがとうございます。拝見しましたよ、あのアーカイブでね、何ですか、常磐特会さん、あれ常磐快速、あれ違う、常磐特別快速、あれ常磐日立、違うね、とお二人で。あ、もう伊勢さん自宅に戻られたんですね。お疲れ様でした、本当にご無事に戻られたようで良かったですね。満喫できましたですかね。トレインエムさんのその常磐特会さんだっけと一緒にやってる番組ね、常磐特会くんっていう、常磐特会っていう人との
番組なのよ、ユーストでやってる、はい、この間見てたやつですか。そう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 、でなんかトリニエムさんが喋ってる横にはこうやっぱりなんか鉄道の写真が出ていて、うん、あ、なんかこういう鉄道に関して語るのかなと思ったら語りはしねえの鉄道だ。そうなの。むしろなんかね、あの合唱曲思いつく限りどんどん歌っていったり、あ、だって歌手デビューって、ね、あとなんだっけな、言ってましたよね。なんかとにかく結構自由な、結構西ラジっぽかった。自由な、歌いたい時に歌い、あ、そう、話したい時に話す、一緒だね。そう、特に隣に鉄道のその写真があっても特に触れない。みたいな。へ、面白かったですよ本当にね。一成さん、こちらこそありがとうございました。またね、ぜひ遊びに来ていただければ。ゆか鉄は完全フリートークなので。ゆか鉄ってなんでゆか鉄って言うんですか。ゆか鉄、愉快な鉄道番組。ねえ、ごめんなさいね、おめでとうと書いたの来週持ち越しというね。え、まさかでした。結構でもいろいろね、時間が奪われましたよね、トラブルで、ね、そんな時もありますよ。でもいいじゃないですか、これでまた来週聞いてくれる人が増えるかもしれない。気になってね、最優秀作品と優秀作品と、優秀作品は全部発表したの。あ、間に合ったの。あれ、19も発表した。19は、あ、19はまだだ。優秀作品もじゃあ、そうだ、あと1作、優秀作品があと1つ、カオリン賞があと1つ、で技能賞が1つ、技能賞、関東賞が1つ、そして優勝が1つと、はい、じゃあ1週間お待ちください。ね、これもかなり、これとあと、でも今回すげえ歌ってみて超大変だったんだけど、うん、そりゃそうですよね。この辺のやつはね、でもこれとあとアタックとかのやつをプレゼントに使おうかなと思って、ね、あ、いいですね、うん、CD にして、そうそう、うん、売るわけにはいかないんだね、勝手に。そうね。差し上げるという、はい、知り合いの方に差し上げるという、知り合いの方に、そういうスタンスで。何かジャスラック関係絡みで問題があった時には知り合いの方からいただいたもの。あ、ゆか鉄というのは常磐タンス、僕の配信場所がタンススタジオの愉快なてっちゃんを略してゆか鉄、そうだろうと思いました。わかるか。タンススタジオっていうのはね、分かって、後ろにちょうどタンスがこう見えるので映ってる、へえ、ね、本当に、あ、背景がね、そうそうそう、へえっていうほどのことじゃ全然ないんだけど。タンスがあるのかと思った。やっぱり調子悪いな、これ金曜ハミングの時は困るんだよな。ねえ、まだ西ラジの時はね、そんなに歌えばなんとかなるけどって。だから今こっちの局のパソコンをなるべく使わないようにね、うん、してはいるんだけど、入れ替えましょうって言っても、だから俺の一存じゃ何一つできないっつう。
そうね、多分他のところではあんまり問題出てないみたいだね。そうなんだ、うん、まあそのうちでもこんだけのことになってればみんな困るだろうから、それでほらそれをさ結構知ったかぶりしてなんか直しちゃう人がいるのね。あ、そうなんだ。いじっちゃう人が、うん、それがなんかまたダメージを与えるのよ。あそれでさらにまたひどいことになっていくっていうパターンがそれは誰ですかって、えとある番組の別の番組の制作チームの人が、うん、何チームかあるんだよね。そうなんだよね、うん、そう、もうさっきからさ蚊が飛んでるさちょっと来たらやんわり捕まえるからティッシュ持って、ティッシュ持ってるうまいんだよ香り、あのティッシュで蚊を捕まえるのね。こうやって、うん、手のひらにティッシュを乗せて、うん、ふってこれは私の蚊の捕まえ方、ね、すごいよね、よくそれで捕まるなと思うんだけど捕まるんですよだけどあのこの間自分ですごいなと思ったのはさ、自分でこう打ち込みの作業をこうやってずっとしてて、うん、でずっと蚊が虫が飛んでてこううざったいなと思ってたのよ、うん、でブン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 飛んでるのあもううざってこうやったら、うん、パッと見たら中にすごいねこれねふってやったらそう、うん、顔にこうパッと飛んでくると嫌じゃん、避けるつもりでこう取ったらいたの、うん、すごいねそれなかなかないよね、トロイカだよねそんなやつね吸われてお腹いっぱいになってたんじゃない。あ、そうなのかもしれない。それか体が重くなってた感じ、ね、俺の血を間違って吸ってしまってその油分の多さがもうお腹いっぱいってなって動けなくなってたのかもしれない鈍くなってたのかな動きなんだこのドロドロの血はみたいなさあ2時間やってみて西さんの体調の変化はありますか。鼻がやっぱ苦しそうだね。裸でごめんなさいね、鼻何回かやっぱりすすらずにはいられない。いいよ山瀬さんでずっとちょっとでも本当もうちょっと美味しく目を覚ます。なんかさそういう薬系はやっぱり味はね美味しくないよね。っていうかね、いろいろ飲みすぎようにしさ、これがちょっときつかった。なんか混ざっちゃうよ。笑い事じゃないけど、あの笑っちゃうね。ブラックガムってあるじゃん。ブラックガム、はいはい。うん、あれを口の中で噛んでる時に、うん、ドクターペッパーをガーってわーきついね、飲んだような感じ。それはそしてレッドブルも飲むみたいな。そんなに飲んだら寝れなくなっちゃうんじゃないんですかね。もうとりあえずこれでもう番組持つのかどうかが心配してたんだけど、うん、ゲーってゲーしましたね。ザカさん本当にブラックガムを食べながらドクターペッパー飲んだことあるの？わざわざ？なんで？罰ゲーム？今日は早めに終わりますか、西さん。ね、俺さ、喉スプレー。喉スプレー？持ってきたつもりで。点鼻薬じゃなくて？点鼻薬じゃなくて。何に入れました？置いてきちゃったかな。もうさあの、うん、どんどん最初は本当に鼻だけだったんだけどさ、うん、
その後熱が出たのはあの薬のせいかと思ったのよ、その発汗作用で汗かかせるようになのかなと思ったら、うん、本当に普通になんか熱が上がってきて。体温計とかあるんですか家？ないない、そんなだって体温とか測って高かったらなんかすごいショックやん、なんか絶対体温なんか見たら俺動かへんもん。あ、そうそういうもんですか、うん、39度とかだったらあもう無理、もう諦めがつくじゃないですか。そうするともう今日はおとなしくしてよみたいな。あ、まあね、それでもうその後今日はなんとかラジオだけ乗り切れたからいいけど、うん、咳がさ、うん、出始めてさ、うん、今日からそうだね、私も気をつけないとね。帰りマスクしながら帰ろっか。もう映るとしたら映ってんじゃんって。カオリに映ったら相当きついと思うよこれ。やだ、俺は明日治るけど。やだね、これカオリになったら映りたくないね。カオリになったら当分もう廃人になるぐらいの感じじゃない。ないことを祈ろう。家帰ったらもう手洗いして、うがいして、手洗いうがいでね寝る。そうそうそう、それがいいと思うわ。今日は代わりに移せだったのね。私移せ。塩水でうがいいいんですか。なんかそういうのも聞くね。あ、そう、 鼻うがいもしたの。あ、鼻うがいは塩入れるとね、いいんですよね。まあ最初本当に鼻が詰まった。でもこれで今日明日中に、うん、よそロマンティックの曲をカンパケまでミックス仕上げて、あ、まだやらなきゃいけないんですね、うん、それで金曜日までにまたミュージックボックスの編集を終わらせれば。休む暇がないね西さんね。アロちゃんおやすみなさい。ありがとうございました。ありがとうございました。そう、生姜もいいよね。生姜ね、喉とかね。生姜ない雨の日は生姜ない、しょうがない。でも元気なんですよね西さん。歌いながらどっか行っちゃった。しょうがない。え、普通の水でも塩素処理されているからいい。そうなんですか。普通の水でも大丈夫。でもなんか痛いって言うじゃないですか。しょうがない、戻ってきた。イソジンね。雨の日はしょうがない。生姜がないならジンジャーエールそれあり。ジンジャーだけど。イソジンはね、俺もあの洗面台の前にでかいのがドーンって置いてある。あ、そう、うん、私あんまりうがい薬でうがいしないんだよね。した方がいいよ。俺毎日必ずやってるよ。あ、そう、うん、風邪とか季節とか関係なく朝の最初とあと寝る前の最後は必ずイソジン。俺ちょっとイソジンって人と違う使い方しててさ、はい、普通なんかこういうカップ、このでかいやつはね、このぐらいでかいやつで、それにあのカップがついてる。ついてますよね、なんか測ったりする。それは本当はなんかここの点線までイソジンを入れて、うん、あと水を入れてそれでうがいをするっていうんだけど、うん、あの俺いつもね、あのまず朝起きるとね、うん、みんな引くんだけど、喉をこうやってあーって開いた状態で、うん、その原液を喉にかけるの。あーって飲んじゃいそうじゃない。はい、でその状態で水をここを入れてあーピッてやるの。すごいね。それがね、あのそれを毎日やってるから、うん、もう慣れてるんだけど、うん、ごくまれに、うん、あのなんかの時にたまたまする時にガーってやってる時に、うん、なんかあのなんて言うんでしょうね、ちょっとあの
鼻が痒くなって、うん、こうくしゃみが出そうになって、うん、ってくるようになって喉にガッて入ってくる。体に悪そう。そのまま飲んでしまう時とか、死にそうな目には何回か、イソジンのせいで。やだ。ダウンする直前のハイテンションなんですかね。ね、早めに終わった方がいいかもしれない。カッコンといいっていうよね。ソリさん、おやすみなさい。おやすみなさい。ありがとうございました。ありがとうございました。ドクターペッパーもおすすめ。え、ソリさん今どこに書いてたの。え、書いてるよ。あ、本当だ。インフルエンザも流行っているらしい。そうなんですか。そうなんだ。やっぱうがい重要か。あ、カッパ太郎さんもおやすみなさい。おやすみなさい。ありがとうございました。プロポリスね。あ、今プロポリスキャンディーまた注文して買おう。外、朝と外から帰ってきた。あとよく言うわよ、俺が注文して買ったプロポリスキャンディーをあんたがガメて行ったんですよ、ね、すいません。あの、今までネットで買い物とかってしたことなかったんだけど、うん、引っ越しをしてからやっぱネットで買うことが増えて、家具とか。あ、なるほどね。やればできるじゃんって思って。そうね、うん、ちょっとそういうのもやっていこうと思って。ね、いいかもしれない。プロポリスキャンディー美味しくないんだけどね。でもやっぱ効いてる感じはしますね。喉にはいいよね、やっぱね、うん、速効性あるよね。うがい薬を喉の奥に入れすぎるのかえってよくないって。それはそうですよね。気をつけてくださいよ、西さん。おやすみなさい、スーパーノノさん。あ、おやすみなさい。車運転しながら、うん、メントス3粒同時に口に入れたところ、うん、急に刺激が来て、え、目に刺激が来てすぐさまコンビニの駐車場に車を止め、うん、覚めるの待ったことがある。メントス3粒で目に刺激、うん、ねえ、え、3粒が多かったの。ねえ、そうかもね。刺激が強すぎた、強すぎたのかな。難しいんだよね、あれ。薬もさ、なんか用意法用量間違えちゃいけないって言うじゃん、うん、なんかあのそれの量が変わるだけでなんか効果が全く変わってきちゃうとかね、別の効果が出ちゃうっていう場合もあったりするらしいから、うん、用法用量を大抵守れって言われてるんだけど、あの、俺あんまりそれを信じてなくて。そうなんだ。なんか人間の体積で考えてさ、例えばなんだっけ、15歳以上の成人の大人の人は1回につき3錠って言われるじゃない、うん、例えば、まあ、薬によってだけどね。そう、薬によってだけど、例えば16歳のカオリンがさ、うん、3錠なわけじゃん、はい、だけど46歳の140キロある俺も同じ3錠なわけじゃん、うん、そんなわけないと思わない。体の大きさによって違うのかな。なんとなく感覚的に同じなわけがないって思うじゃん。なんとなくね。そうそうそう。実際は分かんないけど、なんとなく。そう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 。だからなんかなんとなくだけどさ、うん、電車に乗った時も自分が標準体型の人とどれぐらい違うかっていうのは常に考えるわけじゃん、うん、俺が一人椅子に座ると二人の人が座れなくなるわけじゃん。そうなんですか。だからそういうことを考えて常に暮らしていると、薬とかそういう療法なんかでもなんかその倍かなみたいな気はするんだよね、なんかね、感覚的にね。薬の場合は体積ではなく15歳までは内臓や細胞の成長の仕方が違うので違う成分にする必要があるんです。なるほどね。なる、そう言われるとなるほどねって感じですね、うん、そこを追求するより病院に行って薬を処方してもらった方が正しいね。それはそうだ。別に追求してないけど。ネットで買い物するのって密林って言うんですか。そうなの。アマゾンだから。
あ、そういうことか。間違えてミニスカポリスを注文しない。フリスク5粒はねきついよね。アマゾンのことだったね。フリスクは噛まないで薬みたいに全部飲んでやったぜ。どうなるの。ワイルド。ワイルドだね。ワイルドだねそれね。あ、今日は番組中とかに西座部が、中目黒の黒助さんが50枚、アイズ大好きさんが60枚、はい、サーキットの神さんが140枚、もうフルザブが大通りヘップバーンさんが10枚で、それ以外になんか霧のいいところまで達成された方いたら教えてください。来週は替え歌2曲ですね。2曲ありますね。お部屋探しますと、ね、とパフィーのこれが私の生きる道、うん、近頃私はいい感じまでですね。あとイラッとハウスか。あれはどこだ。ああパフィーになってるのかこれ。パフィー。そして発表もね忘れずにしないとという感じですね。とろろいもさんはのど飴とかガムがダメ、すぐ噛み砕いて飲み込んでしまう。ああ私も最初は舐めてられますけど、ちっちゃくなると噛んじゃうね。やっぱり薄くなったりとかすると最後はやっぱどうしても噛んじゃうよね。え、ガムをせんべいと食べると溶けちゃいます。そうなの？ガムとせんべいで。言ったのはがままに答えます。長かったね。長かった。短くないじゃん。すごい嘘言っちゃった。これまた来週もちゃんと終われないパターン。あなたのわがままに答えます、お部屋探しますとでした。パフィーはパフィーは短かったりしない？長いね。これでも短いバージョンで送ってきちゃう方いるかもね。お部屋探しますとって、うん、あなたのわがまあに答えます。まあいろ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 そうでしたかねえ、ちょっと長かったな。長かったね。長いの2曲になっちゃったな。ミニストップにしときゃよかった。まあ、西さんが復活全開になっていることを祈るばかりで、ね、来週は大丈夫。大丈夫、うん、日産あまり長引かないもんね。俺風邪は早いよ。早いよね。立ち直るの。あ、ガムとチョコレートを食べるとガムがなくなったような。あ、それなんかあったかも。風邪の症状からそのことだと背中痛くなって休んだことがありましたっけ。あ、そうだったっけ。風邪の症状から。そうだったっけね。そんなに何度も休んだことあったっけ。
いや一度だけ。そこから腰痛めちゃったとかそういう感じ？背中から腰みたいな。あ、風邪くしゃみしすぎて肋骨にひび入るって聞きますよね。あ、ね。ねえ。あ、ね。今日早めに終わりますか。うん。うん、そうね。ね、皆さんも心配してくださってるから。ありがとうございます。お言葉に甘えてゆっくり寝たいと思います。はい。ということで来週は替え歌2曲。お部屋探しますと、あなたのわがままに答えます、あなたのわがままに答えます、お部屋探しますと、はい、とパフィー、これが私の生きる道。近頃私たちはいい感じ、2曲です。あとイラットハウスとツボコレクションと香りを落とせですね。来週もトークお待ちしております。今週かけていない曲、うん、優秀作品1個かけていい？かけちゃうの今。今1個だけ聞かせてあげるね、うん、赤いちぶさのマントヒヒなんでいきなりなんでかけたくなったんですか今。これすごい NG 出したね、何回も。あ、歌を取るときにこんな短いのに何がダメだったの？あの、鼻が詰まると歌えないし、あ、大きい声をこうしっかり声を発送しようと思うと、うん、あの、むせちゃうし。あ、そうだったんだ。すっごいうまくいかなかった。すっごい何回も歌ったね、これ。そんな思い出があるわけですね。レコーディングの思い出が。そうこれは松山亮さんが投稿してくださったゴッドファーザーのテーマでしたね。これが、これも優秀作品だったんですね。そうだね。あとは大丈夫、来週で。もう一曲やってもいいじゃん。日産がいる、ホーニンガがいる。本当だ。虫が出てくる季節ですね。そういう季節だね。なんで私ティッシュを用意した途端近寄ってこなくなるの？これはサーキットの神さんか。あ、スーパーののさん、おやすみなさい。おやすみなさい、ありがとうございました。俺の胸毛は激しく変わる。すごい歌い方だねこれ。よくキャラ出そうとしてます。ワイルドな感じで歌ってますね、うん、カールをどうしても巻き舌でやりたかった。やりたかったね、こだわりだね。そうまあこんな作品集が、うん、33曲やったんだな。すごいね。結構ね、一曲一曲にこうハモリとか入れたりしてるとなんだかんだ案外時間がかかってね、結局3時間ぐらいやってました。本当そんなにかかったの？さあ、じゃあ今日はちょっと早めですけど、はい、そうですね。カオリの夜間飛行で今週もお別れしたいと、はい、思います。はい、来週はそういうわけで、あ、クラブパルヘジアさん、こんばんは。あ、もう終わるところなんですよ。すみません、今日はねちょっと早めに終わるということで、若干早いですけれども、うん、もうね、日産の体力がね、鼻が垂れる垂れる前にじゃ終わりましょう。終わりましょう。でもだんだん目が覚めてきたような。飲んだからね、だから目が覚める系。
ブラックブラックのおかげかな。かもしれない。来週はしっかりとした体調でお送りしようと。最近ね寒くなったり暑くなったりとちょっと天気もおかしいですので、この後のあのカオリンの体調には十分皆さん注目してくださいね。いや具合悪くなったらツイートしますわ。うつされたそうね、なるべくうつされないように、はい、ね、頑張ってマスクして帰りたいと思います。そうね、マスクはしておかないとね。あったかなっていうか俺がマスクしろっていう話だよねお前がまき散らしてんだよみたいな。今日なんか店にいたらだって松永とかもなんか具合悪そうだな。松永さんちょっとなんか鼻ジュルジュルしてて花粉がとかって言ってた。花粉じゃないあれ風邪だよ。風邪かな。バカだから分かんないんですよ、その違い。なんでそういうこと言うんですか。ね、ちょっとボックスに風がまき散らないように。まき散るだろう。だって俺ずっと裏にこもってあそこの、そうだよね、空気の悪いところにずっと俺いるんだよ。やばい、みんな具合悪くなったら困るね。あそこ通りかかった人たちはみんなうつるでしょう。気をつけます。全員倒れちゃったらどうするかね。ねえ、俺だけ元気だったりなんかして一番最初に復帰しちゃうみたいな。さあ一人でやってもらいましょうか。よくあるパターンなんだよね、はい、皆さんもくれぐれも気をつけてください。風邪にはお気をつけくださいませ、うん、本当に鼻がねきついです今回は。さあそれでは、はい、また夜間飛行を流しながら、はい、今週もお別れしたいと思います。来週ちょっといろいろ今週トラブルあって最後まで発表しきれなかったんで、ね、来週その上半期の優秀作品の最優秀作品などをね、はい、ご紹介しますのでぜひお見逃しなく、はい、ということでまた来週お会いしましょう。来週も来週今週はちょっと投稿ね、替え歌もなかったんで投稿少なめだったのでぜひ来週たくさん投稿送っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくどうぞそれでは古谷香織の夜間飛行に乗せて力を振り絞っております最後の力を今週もお送りしたいと思います。いやマイクに突っ込まないでください。食べないでくださいマイクをボフってしないでください。それでは皆様くれぐれも体調にはお気をつけて、ね、風邪ひかないように元気でお過ごしくださいませ、はい、来週またお会いしましょう。次もちょっと撮る後でやって、ね、ファブリーズしてちゃんとおかしい、ね、ボソ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 言ってる。またやるんだおでこで熱を移してるのかいつまでだって終われないじゃん。終われないじゃない。はい、ということで今日はこの辺でお別れしたいと思います。はい、それでは皆さん長い時間のお付き合いありがとうございました。いつもより若干早めですけれどもこの辺でお別れしたいと思います。お相手は私西健二と古谷香織でした。またね、おやすみなさい。いいともパパーパ時間とともに心癒されても冷たい夜は騒ぎ
さ。